まもなくゲームが始まります。さあそれでは両チームのスターティングメンバー皆さんにご覧いただきます。まずは富士通のオフェンスラインです。立命館大学の信原を中心にまとまっています。そしてクォーターバックはルーキーの伊豆原、ランニングバック森本、紳士も注目です。ディフェンスライン中央にドカッと西が座っています。ラインバッカーはご覧のメンバー。そしてディフェンスバック植木大輔の動きに皆さんご注目ください。一方の松下電工のオフェンスです。センターは佐野が務めます。クォーターバックは高田哲夫、ランニングバック日本代表の石野の名前もあります。長谷川翔英にも注目です。ディフェンスラインこちらはまあものすごいメンバー、豪華メンバーが揃いました。ラインバッカー東は日本代表です。ディフェンスバックにも能力の高い選手が揃っています。ベテラン野村も健在です。このコイントスがどちらに出るのか。富士通が勝ったみたいですね。富士通はどちらを取るんでしょうか。リターン取ったみたいですね、富士通が。富士通がリターンということは、まずはお二人ともポイントに挙げられた富士通オフェンスと松下ディフェンスがいきなり見られるという可能性が極めて高い立ち上がりです。先ほども言いましたけど、オープニングドライブの、はい、非常に練られたプレーをしてるんですよね、大事な試合では、はい、ですから富士通はもう勝てばもちろんレシーブから選んで、はい、オフェンスを先にしたいというのがあったと思いますが、うまくコイントス買ったんで、はい、ここまでは思う通りに来てるんじゃないですかね。いきなり注目の展開になりそうです。ジャパン X ボール第21回アメリカンフットボール日本社会人選手権、東と西の対決です。ちなみにこの日本社会人選手権で東のチーム対西のチームというのは過去に10回あったんですが、東の6勝、西の4勝、ほぼ互角の数字が出ています。3年ぶりの優勝を狙います。白のユニフォームが松下電工。初優勝を狙う富士通フロンティアーズのリターンで試合が始まります。キッカーは関西学院大学の小笠原が務めます。リターナーはワールドカップ日本代表の米山。試合が始まりました。富士通が返します。富士通のリターンは松下が止めています。富士通陣の26ヤード付近からのオフェンスシリーズと変わります。まずはライン戦に注目です。あとは変わったことをやるかどうかですよね。そうですね、はい、ファイナルの1回戦というか富士通にとってのやっぱりやってきましたね、ポールキャットですね。これはクォーターバックが随分手前に散っています。ボールを持って走ったのは米山ですね、はい、非常に極端なアンバランスの、ラインですね、はい。でスナップをダイレクトに米山君にすると、はい、まあ、やってきましたね。このシリーズはいろいろオープニングはしてくるんじゃないですかね、はい、またやってきましたね。今度も同じですね。そうですね、はい、この複雑な体型です。画面手前に随分人を集めています。そして中央のラン、これも出ました。ボールキャリーは背番号20番、ベテランランニングバック森本、34歳です。もう35歳になります。まあ、この森本選手が今年は本当に絶好調ですよね、非常にやはり技術レベルが高いですね。ゾーンブロッキングを走らせたら本当に日本でもトップレベルだと思いますね、イーストディビジョン2位の268ヤードを走ったレギュラーシーズンでした。そしてフェイントを挟んで奥を狙った、野村が待っている。あわやインターセプトかというシーンでした。いやでも今の抜けてましたね。ボールはね、リードボールであればタッチダウンの可能性もあったと思いますね、はい、
あ、そうですね、野村がなんとか今前に入り込みましたが、ちょっとターンボール気味だったので、ここから前に入り方すごくうまいですよね。ターゲットは86番の清水でしたが、パスは失敗です。ここも本来の体型に戻しています、富士通フロンティアーズ。中を使います。行ったでしょうね。行きましたね、はい、ギリギリ行きましたね、はい、ボールキャリーは森本ですが、逆に先ほどのセカンドダウンは、ね、セカンドの勝負だったんで、長いの狙うのは、まあ、鉄則だと思うんですよね。ですからここでファーストダウン取れるということを踏んでたんですよね、はいはい。敵陣に入っています富士通。開始早々いきなりここでもですね、体型を変えてきました、はい、あ、でそこからシフトします。クォーターバックに吉田選手が入ってますね。このプレーは快速のクォーターバック、19番の吉田。あ、結構オフェンスライン取れてますね。そうですね、はい、中のランプレーが出てるというのはライン戦で富士通が頑張れてるということですか。はい、あと一つ、松下電工のディフェンスがですね、まあ、今富士通がいろいろなことを仕掛けてきてますので、はい、少し相手を見るような形になってしまうとですね、これは富士通の思うツボというかですね、そういうパターンになってしまうような気がするんですね。ここもまた極端な体型です。ここからのパスがヒットします。夢山が回り込んでファーストダウンを楽々獲得しています。このネイキッド、今右側にランプレーのフェイクをしてクォーターバックが抜いて、はい、左に流れたながら投げるパスなんですけど、はい、このプレーが非常に効果的なんですよね。あ、すみません、ドロップバックですね。アンバランスから、極端なアンバランスからネイキッドでやるようなプレーを言ったんですけど、このプレーはシーズンリーグ戦を通じて、はい、非常に効果的にいってまして、今パスを取った米山選手はもう、この選手もすごくいいアスリートですからね。ここで直接スナップを取った森本のラン、また出ました。ちょっと松下のディフェンスが見てますね。先ほど森さんがおっしゃったように、はい、要はボールを探そうとしているというかですね、そうですね、穴を潰さないといけないところをね、まあ、それで一番その持ち味であるラインの強さとか、まあ、スタートの速さであるとか、そういうところがあまり出てないですよね。今のもラインが並んでいた一番端にセンターがいるという極端なオフェンスの体型でした。ここはオーソドックスなところからモーションを使って、また中のランを使います。このランプレー、ウエストディビジョンのレギュラーシーズンではなかなか松下電工は前進させるというシーンは作らなかったんですが、富士通のオフェンスがエンドゾーンに向かってしっかりとゲインを重ねています。松下電工に怪我人です。リーグ戦での内外電機との一戦も、はい、オープニングドライブで内外電機がいろんなことを仕掛けてきてですね、はい、ドライブを許した、前半なかなかそれでペースをつかめなかったんですけど、はい、まあ、まだワンシリーズ終わってないんですけど、これを見る限りではそれと似たような展開ですね。まあ、落ち着くことが大事ですよね。特に、まあ、これ今レッドゾーン20ヤード入ったんで、はい、まあ、守りやすい、ディフェンスからしたら守りやすい状況になるので、はい、まあ、一人ちょっと怪我人が出たんでね、一回ちょっと立て直してですね、気持ちをもう一度落ち着かせるとね、本来の力が出せると思うんでね。ディフェンスラインの飯田がいたんだよね。そうですね、はい、してやったりでしょう藤田ヘッドコーチ。ここもまたラインの間に溝を作っている体型。クォーターバックは吉田のままですね。そしてまた中のラン。今の多分ディフェンスラインの中をちょっと変則的な形でトラップしたようなプレーじゃないでしょうかね、はい、オフェンスの体型も変則的ならばブロッキングも変則的な。そうですね、今三輪選手を、ただ三輪選手もトラップされながらよくものすごく一瞬大きな穴が開いたように見えたんですけど ね、はい、今ねトラップされながらも、うん、三輪選手いなかったら、ね、もうかなり減したと。そうですね、下手したらタッチダウンまで行ってたかもしれないですね。ボールが置かれているのは15ヤード。ここからのパス、信原のパスは決まりませんでした。米山手に当てたんですが取ることができませんでした。
この米山とは日本代表で森本さん、一緒にやってるんですね、はい、森さんがね、本当に日本人離れした運動能力なんですよね。一瞬の加速であるとかボディバランスであるとか、天才肌の非常に感覚的な天才肌のプレイヤーですね。日体大の OB です。クォーターバック吉田の持ち味はこの足ですが、少し残ったんじゃないですか。どうでしょうか。1ヤードもないぐらい、ほんの少し残ったんじゃないですかね。迷わずフィールドゴール、フィールドゴール、そうですね、フィールドゴールチームが出てきています。初優勝を狙います富士通フロンティアーズ。フォースダウンで残り1ヤードなんですが、ここは藤田ヘッドコーチ、より確実に先制点を狙ってきます。小山が外れましたね。決めることができませんでした。非常にいいラッシュが来てたんですよ。多分枠といいますか、ポールの間をですね、ボールが通過したら確実にブロックされてたんじゃないかなと思うぐらい、ものすごい勢いで、これ誰ですかね。脇坂選手ですね。今の本当に入るとこに飛んでたら、はい、確実に当たってたと思いますね。なるほど、はい、38歳の脇坂、日本代表の脇坂がこのフィールドゴール失敗を誘発したと言ってもいいですかね。そうですね、もう完全にキッカーのミスではないですよね今の、はい、本能的にこう左に蹴っちゃったんですね、はいはい、おそらくねブロックされると思った。藤田ヘッドがより高い確率で先制点を狙いに行ったんですが、それが決まらず松下電工のオフェンスに変わります。まずは高田パス、一人かわしました。ターゲットは石野。普通のディフェンスでしたら、ショートヤーデージとか今のフィールドゴールを蹴るとかですね、はい、富士通ぐらいのオフェンス力になればほぼ確実と安全策のように見えるんですけどね、松下電工だけはちょっと別ですね。なるほどね、はい、終始こう見すぎじゃないかというのは、ね、お二人のお話もあったんですが、やはりゴール前を背負って、しかもショートヤーデージとか今のような形になって思い切りするとですね、今のような力なんですね、はい、クォーターバック高田哲夫、立命館大学の OB です。これですね、高田のスクランブル、一人かわしてファーストランを取りました。高田の個人技、結局ね、もう全てのプレーにおいて、パスが崩れてもどんなことがあっても高田君の個人技でプレーを起こるわけですよね。ロスしない、これは OK ですね。しかもロスするどころかゲームをするという、そうですね、はい、逆に先ほどライン戦の富士通のオフェンスライン対、松下電工のディフェンスラインの話しましたけど、はい、この、松下電工オフェンス対富士通ディフェンスに関してはですね、ライン戦の勝負であんまり関係ないといったらちょっと語弊ありますけど、この高田の超人的な危機回避能力というのがですね、はい、これを防がないとライン戦で勝ってもなかなか思うようにいかないと思います。石野が抜けました。ハーフラインを越えました。松下電工、結局その個人技を恐れてしまうと普通にランプレーをやられてしまう、そうなんですよね、こういう展開になってくる、そしてやはりあとはレシーバーの長谷川翔也君ですね、はい、彼が最後にターゲットするのは翔也君なんで、はい、そこですよね。富士通の藤田ヘッドは松下電工にやられたくないことというのは、高田のスクランブルと長谷川のビッグプレー、ね、この2つ挙げていました。おっしゃる通りだと思いますね、はい、藤田コーチがファーストダウンを取りました。松下電工、敵陣の46ヤードからのオフェンスです。高田軽くフェイクを挟んで、ここもコンテインを切っている。高田のランです。これなんですよね、はい、今のも非常にいいラッシュしてきてるんですけどね、高田君が立命館時代にライスボールで日本一になった試合、はい、シーガルズとやった試合なんかですね、ライン戦なんかもう 8-2 どころか 9-1 ぐらいで立命館大学のオフェンスラインが負けててもですね、はい、高田君の超人的な本当に今のようなプレーでですね、はい、何回も危機を救ってるんですよ。今のも本来こう高田を外に出さない役割を担うはずの選手を楽々振り切って、外へのゲインでセカンドダウンで1ヤード。そして今度はオーソドックスなランプレー、味方をも跳ね飛ばして小林前進ファーストダウンを取りました。ですからもうこれはね、高田選手をどう止めるかっていうのはですね、そのブリッツで人を増やすとかそういうことじゃなくてですね、誰かが
そのスクランブルすることを予想して見とかないといけないんですよね。思い切りに行けばいいっていうもんじゃないっていう、ね、本当、はい、難しいですよね。そこ難しい。今植木選手を一旦振り切ったんですけど、この植木選手タックル一発でタックルできれば止めれてたと思うんですけどね、今外されて、でもその後がリカバーがいいですよね。今諦めずに、普通の選手だと一発目外されたところであそこで一瞬プレーやめてしまうんですけど、はい、もうすぐ連続してまた一回ミスしたにもかかわらず後ろから追いついてますから、あれ一つ取っても今年のその植木選手の果たしている役割っていうのが見ていただけると思うんですけどね、非常にいい選手ですね。こちらがディフェンスバックの植木、まあ、今 NFL でもボブ・サンダースだとかエド・リードとかセーフティーにちょっとスポットがスティーラーズのポラマールという選手なんかいい選手いるんですけど、それに匹敵するような働きをしてますよね富士通で。セカンドダウンで残り6ヤード、短いパスが決まります。まあ、今のも明らかにブリッツで人が足りなくなったの、もう落ち着いて、非常にカバーの薄くなったところを選択してますよね、ダッシュが届く前に投げてますから、まあ、これ富士通も似たようなパスパターンやってるんですけどね、今のもお互いこれはクォーターバックの能力を考えるとすごく成功率の高いパスですよね。富士通がいろんなことを仕掛けて、普段あまり見せないような体型も取りながら前進したのに比べて、松田電工はレギュラーシーズン通り高田が高い能力を発揮し、クォーターバック川野が入って高田もいます、はい、高田も川野もいますが、はい、混乱させるべく取った作戦がちょっと味方の中に混乱をもたらしたようです。タイムアウトを取った松田電工です。まあ、なんかスコアリングを狙う、これ、はい、攻め込んだファーストダウンですし、非常にフィールドのいいところですから、はい、一発用意してきたスペシャル的なプレーを出すには一番いいところだと思うんですけどね、まあ、それをしようと思ったんですけど少しミスコミュニケーションがあったようで、まあ、でも落ち着いて、高田選手タイムアウト取りましたね。マスト連行は村上監督です。この村上監督も驚いたと話したのが先ほど画面で捉えたクォーターバック川野選手の前回のオービック戦のパフォーマンスだったんです ね、高田選手が傷んだんですけども、そこで出てきた川野選手が非常にいい仕事をしました。その川野高田2人の QB を入れて何かスペシャルプレーをというところだったんですが、うまくいきませんでした。コール変えてきましたね、違うプレーに、したようですね。西野のランですが、今のも1人、フリーで入ってきてる選手いたんですけど、はい、ラインバッカーの甲斐選手ですかね、そうですね、うまくかわしてますね石野選手。ここですね、ですね、はい。まあ、ただその次のフォローも早いですね、富士通のディフェンスは。富士通フロンティアーズに怪我人です。今年の富士通はやはりそのディフェンスが崩れないですよね。ちょっと昨年までは一気にこう調子のいい時はいいんですけど、ダメな時に一気に持っていかれるところはあるんですけど、今年はやはりこうレッドゾーンで耐えたりですね、我慢するということが非常によくできるようになってきたと思います、ね、そうですね。あとやはり植木選手の存在というのは非常に大きいと思いますね。フィールドいっぱいに本当に端から端まで運動量が多くて、まあ、近代ディフェンスというか最近のディフェンスの中でこのいろんなことをしようと思うとですね、このセーフティーに万能性がある時はラインバッカーのようにプレーし、ある時は、はい、もちろんディフェンスバックですから最後尾を守りという中で非常にいろんなことができる、こういうバーサタイルな選手がいるということで富士通ディフェンスというのは機能している部分も大きいと思いますね。岩本さん、はいはい、その植木選手について藤田ヘッドコーチにお話を伺ったんですけれども、はい、今シーズン一番成長した選手だと、特に視野が広くなってプレーに安定感が出た、はい、今は安心して彼のプレーを見てられるとお話ししていました、はい、リポーター小西彩子さんからの情報でした。セカンドダウンで7ヤード、高田が狙った、決まった、松下電工先制点。最後決めたのは下川へのパスでした。今のも多分カバー4だと思うんですけどね、逆サイドはですね綺麗にカバーできてたんで、
まあ、よくこう、まあ、簡単に決まっているように見えるんですけどね、はい、あの落ち着いて、マンカバーマンツーマンのゾーンなんですけどマンツーマンのようなマッチアップになった、ここを綺麗についてますね。立命館大学の先輩後輩、後輩高田から先輩下川へのタッチダウンパスがヒット、そしてトライ4ポイント、太田のキックは成功です。これで7対0、まず先制点は松下電工です。富士通もフィールドゴールを蹴ってまで取りに行った先制点だったんですが、それを逃し、そしてそのすぐ後のシリーズで松下が先制です。この上下は富士通側にとっては山田さん大きいでしょうね。大きいと思いますよ、ね、今のも高田選手よく見てました。セーフティーが流れたと、あのゾーンが開くというところでもう確実に通しましたね。まあ、おそらく、プレーをコールしているコーチ古本コーディネーターもカバー方が来るんではないかなということを予想した、はい、あのコールだったように思いますね。あの今のが外から2人目のレシーバーがですねちょっと中行ってるんですね。それにセーフティー、それでセーフティーを釣って広いスペースで1対1を作ると、でそこを攻めるということなんで、はい、まあ、その場にでの判断の高田選手も素晴らしいと思うんですけど、まあ、ベンチのコールも非常にいいコールだったんじゃないですかね。先制点は松下電工、その松下のキックオフで試合が再開されます。ボールを取ったのは米山、日本代表のレシーバー、その米山が倒れます。いいかもですねこれ、はい、ボールデッドは富士通陣のターンオーバー、ターンオーバーですね。あ、落としますね。ボールこぼしてます。失礼しました、ターンオーバー。杉本選手ですね。攻撃権は松下電工に移りました。いや、これは OK ですね。あ、まさにこの立ち上がりですよね。あの勢いがこう今こうシュンとなっているのが、ね、明らかに分かりますよね、より確実な方法で先制点を狙いに行った富士通、それが取れませんでした。その直後に松下に取られ、はい、そしてその後のキックオフでもミス。かなり流れが松下に来ています。はい、藤崎さん松下サイドですけれどもね、はい、相手フリーツーというのは若さのあるチームだということを松下電工の各選手が言うんですよね、はい、だからこそ若いチームだからこそ相手に勢いを与えたくないんだと、最初からガツンとかますんだということを各選手話をしてましたね、はい、でうちはスロースターターというイメージがかなり持たれてるんで、そういうところを変えたいということをこの1年間頑張ってきて、はい、でレギュラーシーズンから第1クォーター第2クォーター前半から随分得点力が上がってますよということを各選手に話をしていましたね。はい、今ファームルフォースは東選手ですね、はい、杉本選手はその前のリードブロッカーに対して非常にこう強い当たりをしましてですね、そこで若干リターナーのスピードが落ちたんですね、米山選手と、はい、そこをすかさず横から東選手のタックルが来たと。日本代表のラインバッカー、ワールドカップのタックル王でした。そうですね、はい、非常にパスカバーも上手ですし、はい、ランプレーラインに対してもいい当たりできます。タックルも上手です。本当に、まあ理想的なラインバッカーだと思いますね、東選手は。その東のファンブルフォースで掴んだチャンス、松下電工パスですね。トリックプレーやってきました。笛はない、ボールは生きています。そうですね、後ろパス、後ろパスですね、前にパスを投げた場合はアメリカンフットボールでは一度バウンドしますとそれでプレーが止まるんですが、後ろへのパス、前には投げていないパスですとボールが転がってもプレーはそのまま続行されます。ですからファンブル扱いですからね、非常に危険な場面だったんですが、これをね当たり前のように高田、そうなんですよ当たり前のように取って当たり前のようにこれでしますからね、はい、これね下手したらもう大変なプレーになってる。そうですよね、この高田がチームの危機を救いました。背中のラン、小林のランが出ています。タッチダウンには届いていません。今のも綺麗に穴開きましたね。もうど真ん中ですね、ど真ん中。まあ、やっぱり絞りにくいですよね、パスでやられますし、高田君も走られるし、ね、普通にランプレーもやられますし、
ですから全部守ろうと思うと大変ですから何かを捨てないといけないですね。残り1ヤード、石ですかね、私は小林ですね。ですが実はここは止めています。逆にロスしましたね、1ヤードぐらいロスしたんじゃないですかね。植木選手海選手ですよね。そうですね、はい、2番の海が行っていました。ここまた脇坂選手ディフェンスも入ってのゴールラインオフェンスですね。これ脇坂をブロッカーに使って飛び込もうとしましたがこれも届いていません。ボールキャリーは古内田、ね、得意のジャンプで、そうですね、これシーガルズの試合もこれでタッチアウト取ってますからね、はい、元体操選手という古内田38歳になります。ちなみに脇坂も38歳。今脇坂選手もすごいですね、すごいブロックしてる二の腕で押し返してましたね、もう手だけでラインバッカーなら吹っ飛ばせるんじゃないかというぐらい。ショットガンにしましたね、これゴール前ですが、ショットガンレシーバーがモーションして石の回り込みか、石の行った個人技ですね、今のも完全な個人技ですね、捕まりそうなところを石野がハンドオフテクニックを使って乗り切りました。この石野選手というのは非常にこう下半身が強いんですよ、はい、ですからなかなか一発でタックルできないんです。これも中完全潰れてるんですけどね、全くデザインとは違うところを走ってるんですけど、もうことごとくこの辺りは松下電機オフェンスに対してはこの個人技でプレーをこう潰す形になってからやられてますよね。日本代表のランニングバック石野、太田のキックも決まって14対0、キックオフのカバーで掴んだチャンスをオフェンスがしっかりとものにしました。こうなると森さん流れいいですね、松下はね、はい、ただですね、はい、これで、まあ、富士通のミスもあったんですけど、予想外に早い時間帯でこれ2本取られましたよね、はい、意外にこうなるとですね、お互いも富士通も思い切って、失敗を恐れずにというか、はい、パントを受けることだとかターンオーバーだとかあまり恐れずにですね、思い切ったオフェンスを展開するとですね、意外に点の取り合いになる可能性もあるんですよね。均衡状態ですとロースコアなゲームになることが多いんですけど、はい、こういう力のあるチーム同士は一旦このように動き出すとですね、意外に予想外のハイスコアリングの展開になることもあるんですよね。これもまたやらしいキックですね。ボールが落ちてタッチバックです。返せませんでした米山。富士通側に立ちますと森さん、そういう展開にまた持っていきたいですよね、こうなりますとね。そうですね、はい、まあ、ノーガードの打ち合いではないですけど、そういう展開はどちらかというと富士通の方が好きだ、そうなりたいと思っているのは富士通だと思いますので。この富士通のオフェンスもしっかりと機能はしてましたよね、ファーストシリーズね。たまたまミスがあっただけで、はい、オフェンス自体は全くノーミスでいってますからね。クォーターバックは吉田です。快速のランナー吉田、ああ吉田に襲いかかったのは東、明らかに今の止め方見ててももうちょっと落ち着きを取り戻したというかですね、はい、きっちり穴守ってますよね、はい、今はね。でこの東選手 の, このタックルですよね、はい、今 の, この吉田選手というのは非常にタックルするのが難しい選手なんですよ、独特の間合いを持ってまして、はい、カット吉田選手より鋭いカットを踏める選手っていっぱいいるんですけど、はい、この吉田選手の間合いというのは独特なんですよね。なかなか一発でタックルするの難しいと思います。ここはまた QB を伊豆原に変えてきました。ショートパスが決まっています。まだまだ焦るような時間でも、ね、全くそれはないです、はい、展開でもありません、はい、その必要ないと思います。松下電工に怪我人です。
と松下、ね、これで2人目ですね、怪我人が出るのは。先ほどは飯田がいたんだんですが、今度は山田ですかね。そうですね山田ですね。山中じゃないですか。あ、山田ですか。12ですかね。12番ですね、はい、山田ですね。この選手はパントチームのロングスナッパーも務めていますので、チームの、ね、要の選手なんですが、山田がいたんだというのは松下にとっては痛いでしょう。ちょっとリーグ戦終盤が、このファイナル6で多分怪我を抱えながらのプレーをしていると思うんですよ、はい、まあ、それかもしれないですね。まあ、お互いここまで来るとですね、はい、フィールドに何事もないかのように立ってる選手でもですね、全く昨日まで練習とか出ずに できずにできない状態の選手も何人かいると思うんですよね、はい、なんとかファーストに行ったと。いや、今のも森本選手らしい、吉田選手に独特の間合いがあってタックルしにくいって言ったんですけど、はい、この森本選手も一緒なんですよ。ブロッカーの使い方、はい、それからタックルの芯を外す、はい、今のところですよね、山中選手もね、今あそこにタックルされたらね、ファーストの人が、ね、そうなんですよ。ですから今のも森本選手じゃなかったらおそらくファーストダウン行ってないと思うんですよ。これでファーストダウンを取りました。クォーターバック伊豆原、感覚の OB、 ルーキーのクォーターバックです。ボールを渡します。ボールキャリーは28番の紳士です。ですね、一方からこの紳士選手というのはですね、はい、ものすごく鋭いカットとですね、この抜群の下半身の強さなんですよね、本当にピンボールのようにタックルを弾きながらですね、はい、走るんですよ。こう2人また違う個性のこの選手、この2選手、キュービーマーの2人併用してるんですけど、このランニングバック、この2人の併用もなかなかディフェンスにしてみるとやりにくいですね。フェイントを挟んだパスだったんですが決まりませんでした。伊豆原からターゲット87番の大江だったんですが決まりませんでした。このプレーはオーワードスカイラークス戦で非常に効果的な、ゲインを奪ってたプレーなんですけどね、なかなかつきにくいですよ ね、 そうなんですね。逆サイドから出てきたレシーバーがつくっていうのはなかなか、難しいところですけども、これでサードダウンで6ヤード残っています、はい、14点を追いかける富士通。アンバランスですね。これは奥を狙ったパスは決まりません。まあ、今のもアンバランスラインでですね、はい、非常にこういろんなところで、いろんな仕掛けがありますね、はい、その準備もしっかりとはまった試合の立ち上がりだったんですが、そのオフェンスシリーズを先制点につなげることができずに、逆に松下に2本取られている富士通です。まあ、でも松下電工ディフェンスはだいぶこう落ち着きを取り戻してきたというか、ね、今見るところではそんな感じがしますね。最初のシリーズはね、結構ね、浮き足だったと思うんですけどね。本当のスナップがワンバウンドしましたが、小山がなんとかフォロー、これ返せますね。塚崎が取って、空いてますよ。回り込む。元あったボールの位置あたりまで戻しました、塚崎。蹴った瞬間にですね、ちょうど真正面飛んでしまったんですよね、滞空時間もなく、ね、取った瞬間にまだカバーチームが到達してなかったですね、そしていいブロックもありました。あ、山中がいってますね、13番、ものすごいブロックしましたね、山中選手、今リターナーは1人だったんでね、そうなんですね、リターナー取れない範囲も多かったんですが、塚崎の正面に飛んでしまいました、まあ、でも今スナップがワンバウンドしてますからね、スナップが悪くてですね、パンターも少しかわいそうだったですね。また敵陣でのオフェンスです、松下電工。敵陣42ヤードから攻めます。パスですね、高田のパス、ターゲット見つからない、高田が走ります。今のも潰れたプレーなんですけどね普通に言ったら先ほど山田さんもおっしゃってましたけど、普通に言ったらロスするようなプレーでもノーゲイン、もしくはこのようにそんなにゲインは大きくないんですけど、はい、ロスしたことのプラスマイナス考えると今、ね、10ヤードぐらい違うんですよね、一般的にオフェンスがですね、サックされロスするとそのシリーズは終わると言われてる、ね、そうなんですね、疲
ですから本当にシリーズをつないでいってくれるんですよね、坂田君の場合はね。長谷川翔英にパスがヒット、ファーストダウンはいったでしょうね、はい、ましたね、はい、ファーストダウンを取っています。まあ、でも今も2番の甲斐選手、ラインバッカーの甲斐選手のリターンが良かったですね。今甲斐選手が追いついてなかったらこれも危なかったですよ、一発で行く可能性ありましたね。画面右から出てきた2番の選手ですね、はい、高田長谷川、この2人のユニットは学生時代そしてこの社会人になっても輝いています。小林へのフェイクを挟んでライン際、長谷川に通りませんでした。山本さん、はい、松下サイドですけれども、これパッシングユニット先制立ちたのとは下川選手が言ったんですけどもね、はい、今日パッシングユニットは早いタイミングの短いパスをつないでいきたいと、はい、でこれで相手に的を絞らせたくないんだということを言ってましたね、はい、でこれは準決勝のシーガルス戦ではうまくできていたということを言ってました、はい、まあ、そんなパスを少し織り交ぜつつの松下蓮子のオフェンスですね。リポーター藤崎健一郎アナウンサーの情報です。ここは中のランできました小林。今の、オフェンスから見て右サイドに2枚ブリッツ入ったんですね、オーバーロードの、はい、それとちょうどすれ違ってしまいましたね。あ、まあ、今のも今年の富士通ディフェンスの成長だと思うんですけど、去年までですとこれがすれ違ってロングゲインになってたことが多かったんですけどね、このようにセーフティーが頑張ってそれからラッシュした選手も今リターンして、はい、今のロングゲインになりかねないのを今5ヤードゲインぐらいで止めてるんですよね。このあたり今年ディエンスが山田さんがおっしゃってるようにディエンスが安定した大きな理由だと思います。サードダウンで残り5ヤード、ここはこらえたい富士通のディフェンスですが、高田の個人ミラーから止めた、ボールオンは24ヤード付近、ここからフォースダウンですから、まあ、フィールドゴールチームが出ています、はい、出ています。まあ、今のように高田選手がですね囲んでしまってですねあまり突っ込まないことですね、回り込んで回り込んでですね最後、まあ、アタックをするという形でやるのがいいでしょうね、はい、おそらくね。太田、関西学院の OB、 太田距離は十分、方向も問題なし、フィールドゴールを決めています。17対0、松下電工がここもキッキングゲームの大きなリターンを得点につなげています。流れをしっかり掴んでいる松下電工です。こういう森さん、攻守の連動、キッキングとオフェンスの連動、はいはい、こういう一体感というのはやっぱり試合の中では重要にはなってきますよね。そうですね、今はどちらかというと本当にキッキングゲームだけの差のように思いますね。17点と点差こそ開いてますけど、これはオフェンス対ディフェンスの戦いの差というよりも、はい、むしろキッキングゲームの大きなミスがあったかどうかというところで来てますので、もうとにかく富士通は富士通としては落ち着いていつも通りすることですよね。オフェンスがシャットアウトされているわけでもディフェンスが完全にやられているわけでもないので。そうですね、はい、キッカーは小笠原、米山ボールを取ります。ほら米山のリターン、米山が返す、米山回り込む、米山いった、米山独走、先ほどはファンブルがありました。今度はキックオフリターンタッチダウンでお返し、これが日本代表の足、これが日本代表の米山、気持ちが入っています。殴られた分だけ、これもその分だけお返しと言わんばかりの90ヤードのビッグリターンです。完全にデザインされたホールとは全く違うところ走ってるんですよね、デザインされたホールは空いてなくて、はい、本来なら今松下電工のカバーチームもですねきちんと外側でコンテインと言いまして外側に、まあ
蓋をする役割の選手、はい、2人いたんですけどね、その2人を完全にスピードで、まくりましたね。あ、トライ4ポイント、キック失敗、投げたがこれも失敗。トライ4ポイントを決めることができませんでした。今脇坂がブロックです。脇坂がブロックいきましたね。脇坂がブロックだという情報も入りましたが、2回連続ですね。先ほども脇坂、ね、あの一発目のフィールドゴールも脇坂が、脇坂選手抜けてましたから、画面の中から、そうですね、そうですね、脇坂ですね。38歳脇坂のブロック、おそらく1本目のフィールドゴールも今のようにバーの間に入ってたら今のようにブロックされてたと思います。ボーナスポイントは許しませんでした松下電工。時計はゼロを指しています。第1クォーターが終了しました。第1クォーターは17対6、松下電工がまず流れを掴んでいます。第1クォーターは17対6、キッキングゲームのビッグプレーもあったんですが、富士通もリターンタッチタウンでお返し。第2クォーターに入ります。岩本さん、はいはい、あの松下のキックリターンについて富士通の植木選手にお話を伺ったんですけれども、はい、松下のリターンというのは関東にはないアサイメントということで、はい、誰が誰のところにブロックに来るかわからないということなんですね、その点ちょっと研究したいということを話してましたので、はい、ちょっとその点に注目していきたいなと思っております。はい、今あの松下のリターンも早くからねカバーに行く選手をブロックしに行くという、ね、ちょっと変わった、アサイメント、その約束事ですけども、はいはい、大きなリターンにはつながりませんでした。松下電工は自陣の29ヤード付近からのオフェンスです。しかし米山選手、先ほど日本人離れした運動能力持ってるって紹介したんですけど、まあ、まさにそれが出た、ね、あのプレーだったですね、まあ、藤田コーチがおっしゃってるようにですね、できるだけ大きな差を広がりついていくとおっしゃってましたけど、はい、まさにチームをこう救った一本だったような気がしますね。そうですね。で、米山自身にとってもやっぱり大きいでしょうね。そうですね。一度自分がミスしてますからね、はい、キックオフリターンでボールを落としてしまって、それが松下に移り、それが失点につながったという辛いシーンがあったんですが、米山自分の足で取り返しました。平井選手、富士通、そうですね、に怪我人ですね。痛いですね、ラインバッカーの、日本代表のラインバッカー、平井元幸、はい、まあ、ラインバッカー、アウトサイドラインバッカーでですね、ディフェンスエンドのような役割も果たしている、パスラッシュが非常に、威力のある選手なんですよね、今おそらく外側からラッシュさせたら日本一ではないかなと思うぐらい、非常にスピードと、いいスピードとテクニックを持った選手なんですよね。動けませんね。どうでしょうか、首か何か脳震盪なのか、ダメージが大きそうです。立命館大学の OB 平井、ちょっと心配ですね。そうですね、非常に激しいスポーツですので、アメリカンフットボールの選手は痛みには、ね、慣れていると言いますか、強い選手も多いですし、まあ、ここまで来ればね、そうですね、みんなこう自分の体のことも知っていますし、足のようですね、はい、まあ、ひょっとすると膝か足首ですね。これだけ動けないとなるとちょっと深刻な怪我かもしれません。膝のようですかね。今ちょっとアップになった時映ってたんですけど、左膝にリーブレースをしてたように、はい、そうですね、そうですね、ですからちょっと負傷を抱えながらのプレーだったかもしれませんね。なるほど。本当にお互い、まあ、何事もなかったかのようにこのオフェンスディフェンスみんな選手立ってるんですけどね、はい、まあ、中にはですね、本当に普通であればですね、手術をしないといけないような選手もなんとかこのシーズンを乗り切るということで、だましだましではないですけどね、頑張って出てる選手もたくさんいると思うんですよ、お互い、まあ、それはチーム関係者しか分かりませんのでね。そうですね、いずれにせよちょっと平井の状態は心配です。平井が一旦フィールドを出ました。セカンドダウンで7ヤード、
高田がプレーを変えました。そうですね、オーディブルかけたようですね。マンツーマンの可能性が高いと見たんじゃないでしょうかね。ブリッツが入っている。高田回り込んだ。高田の個人技でファーストダウンです。判断が早いです。本当なんです、ね、もう明らかにこっちから来てると思ったんで、もう真っ先に逃げましたね。今のマンツーマンの可能性を感じたとすれば、はい、もちろんブリッツの可能性も頭に置きながら高田はプレーしているわけですよ ね、 あのブリッツが来ると思って変えたと思いますね。今のも先ほどから何回か触れてますけど、高田選手をですね包み込むように、はい、僕らコンテインって言ってるんですけど、包み込むようなラッシュが必要なんですけど、その要になるのが平井選手なんですよ。ああ、なるほど。じゃあ即ちょっとその痛い部分が出てしまった、というブリッツのディフェンス。そう思います。これまたノープレッシャーですね。プロテクション持っています。ああ、長谷川ボールをチップしてしまいました。珍しい。今のも取ったら危なかったですね。今の落とさなかったら。長谷川選手の、ね、能力からすると、あそこから今泣いてましたからね。ああ、ボールがちょっとね。そうですね、ボールがちょっとターンボールだったのと、長谷川これデザインしたプレーとは違うタイミングでちょっと崩れたんですよ。でこれでですね、ここで一回目切ってですね、奥のディフェンダーを確認して、どのようなコース取りをデザインされた最初の指示のコースのタイミングからずれたので、一旦ディフェンス見たんですよね。そこにまた運悪くちょっとあのターンボールが来てしまったということですね。ボールを持っているのは石野。8ヤードほどのゲインにつながっています。松下電工のオフェンスの一つの、これ見ていただいたら分かると思うんですけどね、ほとんどロスをしてないですよね。あ、そうですね。どのプレーにおいても、これロス、先ほど言いましたように、ロスをすると本当にそのシリーズファーストダウン取ることは非常に難しくなるんですよね、はい、1回でロスしてしまうとあと2回でですね20ヤード取らないといけないと、はい、そういう状況なんですけど、その状況はほとんどないですよね。サードダウンショートであったりセカンドダウンショートの状況でプレーできるんで、しかもですね、そのデザインした通りに進んでいるプレーの方が少ないと思うんですよ。あ、そうですね、でそこにやっぱり際立つのが高田の個人能力という、はい、ところなんでしょうね。まあ、あの石野選手も、先ほどあのスピードで、はい、タッチダウンもそうですし、先ほどのセカンドダウンのプレーもそうですね。ちょっとボールが手につきませんでした内田。結局ディフェンスにとってですね、セカンドダウンでショートとかですね、サードダウンでショートって一番守りにくいですね。パスもあるしランもあるしってブリッツもかけにくいですね、はい、その状況でプレーできてるんでね、やはり松下は落ちてできますよね。プレー富士通陣に入っています。松下電工ボールオンは48ヤード。ここもかわす。あー、詰まった。完全に捉えました。51番フラシナ誠です。よく見てましたね、はい、帝京大学の レーンなんですよね。きっちりレーンを詰めて全員が守ると、いうことができないと、高田選手に4秒前 QB だと難しい。そうですね、はい、この倉島選手は今年、ロックブルから移籍してきた選手で、非常にこう、はい、強い縦へのプレッシャーが非常に強い選手ですよね。長谷川はモーション、ブリッツですね。高田どうする。そうですね、高田を捕まえた。これはいいですね。今のここにプレーは富士通、高田に仕事をさせませんでした。止まったところ良かったです。あそこで息切れしてしまうと、山田さん第一コートで振り返った部分ですね、全員が全員ですね、キュービーサックを狙いに行くとダメなんですよ、これで一人行ってますけど、はい、それ以外の選手が次崩れた時にすぐフォロー行ける体勢で、行きたくなる気持ちを抑えてですね、ちょっとこうスパイする選手もいるんです。それがうまく徹底できてる、アジャストできてるんじゃないですかね。これができると松下電工のオフェンスの強みを一つ消すこともできます。富士通、さあここも高田後ろから襲いかかったが、長谷川にパスが決まった。一本のパスでこのロスを挽回しました。高田一郎ファーストダウンを取っています。今のスリーメンラッシュでゾーンディフェンスカバー2したんですよ。でしかも、はい、その2リープで弱いと言われているところに1人ここからラインバンカーの位置から下がってですね、はい、パスカバーにすごく重きを置いたディフェンスなんですけど、はい、うわー、ここよく決めましたね。8人でパスカバーしてるんですけど、そのしかも取った後が取ったところはファーストダウン行ってなかったんですよ。そうなんですよね、ロスしてロスしてというところを一気に挽回しました、まあ、だから
ディフェンスとしては非常にそうですね厄介ですよね。これ山本さん、こういう選手にはそのロスしたシリーズはもうファーストダウン難しいっていうね、はい、アメリカンフットボールのいわゆる定石と言われるような常識と言ってもいいようなところは全く崩されました、ね、そうなんですね通用しないと言いますか、それを超えていると言いますか、はい、まあやはりねワールドカップでもそうでしたけど高田選手、はい、もう困った時とか勝負どころですね、アメリカ代表出た時もですね必ず長谷川選手投げてますからね、はい、やはりもう困った時というかここぞっていう時はもう長谷川選手しか見てなかったですからね今も、必ず来ると思ってた方がいいですよね富士通のエースはね、うんはい、富士通傷んだのは西岡のようです。西岡選手ですね、ディフェンスバックの、はい、まあ、高田に聞くとそんなに長谷川ばっかり見てるわけじゃないですよという試合前は言っていましたランナーは小林、なんとか一本手をかけた富士通。まあ、長谷川選手も私ワールドカップで一緒にやりまして、はい、まあ、やはりサイズありますね、はい、スピードもありますし非常にそのキャッチングもいいんですよ、グッドハンドといいますか、はい、まあ、レシーバーとしてはやはり日本でも本当にトップの選手の一人だと思いますね、はい、ファイナル6のオービック戦ではワンハンドキャッチも見せた長谷川です。パスですね、短いパス、あ、ウルチダのトリックプレーですが失敗です。ウルチダはビッグゲームでは時々このパスプレーを見せます。そうなんですね、大抵はバックの位置に入って、そこからスイープから投げるとか多いんですけど、はい、今はクイックヒッチから投げましたね、今長谷川がパスプロテクションしていました。ターゲットは85番の山本だったんですが決まりませんでした。ファーストダウンを取られてしまいますとまたフィールドゴール圏内に入ってきます。捉えたい富士通、またスリーメンラッシュゾーンですね。奥空いている、長谷川に決まりました。高田から長谷川へ追加点がこの黄金ユニットでもたらされました。23対6、完全に抜けていました、完全にフリーでした。まあ、今のは富士通のディフェンスバックのミスですね、コーナーバックだと思うんですけどね、はい、今のは何が競り負けたんですか、何があったんですか。ですね、一番外のレシーバーが短いルートを走ってですね、はい、それに少し釣られてしまったんですよね、サードダウンミドルということで、ファーストダウンを取りに来る短いパスが来るんじゃないかと思ってですね、ちょっと足が止まって、はい、その隙にもう一つ内側にいた長谷川選手の縦が開きましたね、太田のトライフォーポイント決まっています。ということは森さん、そのおとりにちょっとこう気を取られたというか、そうですね、おそらくですね、まあ、ちょっと今画面では確認できなかったんですけど、はい、高田選手の目の使い方とかもあったんじゃないですかね。あ、目でフェイクをすると。そうですね、かもしくはですね、単純にカバレッジのコミュニケーションミスの可能性もあると思います ね。コーナーバックは後ろにセーフティーがいると思って、はい、守ってた可能性もありますね。あ、松下電工追加点です。第2クォーターも先に点を取ったのはリードしている松下電工、24対6。まあ、これだけお客さんいますとですね、はい、ディフェンスバックサインが出ててもですね、相手のオフェンスの体型によってフィールドの上でプレー始まる直前にカバーを変えることもあるんですよ、それがひょっとするとミスコミュニケーションに伝わらなかった可能性もあると思いますね。先ほどタッチダウンを取っている米山なんですが、ここはビッグリターンにはなりませんでした。自陣の27ヤード付近からのオフェンスになります。まあ、ただ仮に先ほどのが富士通ディフェンスのミスだったとしてもですね、はい、そのフリーになったレシーバーに確実に見つけてですねヒットするというのはなかなか、こうやって画面で見てるとスタンドから見てると簡単に見えますけどね、はい、なかなか難しいんですよ。クォーターバックここは吉田、ボールを持っているのは米山です。ここから前半終了まで残り10分というところなんですが、森さんがヘッドコーチならどんなことを考えて富士通を組み立っていきますか。まあ、
特に今の点差を意識せずにですね、はい、まだ今のところプラン通りにアジャストする必要ないと思うんですよね、はい、特に松下電工ディフェンスに今までと違うことをされて、はい、それに対して攻め上がれているという感じはないですので、はい、落ち着いていつも通り、プランで準備してきたプレーをまだ続ければ十分だと思いますね。フリーフリッカーから、ですね、伊豆原のパス投げられた。ファンブルしている。タッチダウンになりますよ。これを取ったのが松下電工。またやりました、ディフェンスがやりました。後ろから襲いかかりました。ちょっとボール持ちすぎましたね。そうですね、はい、森本に渡してもう一度クォーターバックに戻して、フリーフリッカーだったんですが東が行っています。そうですね、またファンブルフォースは東で、松本選手が、松本選手がリカバーですね。そうですね、まあ、今のもですねそんなか簡単にリカバーできるようなあれだけのスピードで簡単にしてますけどね、ディフェンスラインの選手が、はい、まあ、普段あまりボールを扱うことのないディフェンスラインの選手、ね、これ見ても松下電工ディフェンスの凄さわかると思うんですよ。一発を狙いましたが決まりません。今の短いパスからアップするパターンだったんですけどね、よくディフェンスバックカバーしてましたね。先ほどもキッキングゲームで東がファンブルフォースをして、それをオフェンスにつなげてオフェンスはタッチダウンを奪いました。ここも東がファンブルを誘発して、そしてオフェンスがいいところから攻めています。今ね、東選手の表情映ってましたけど、はい、まあ、落ち着いてるというか集中してますよ ね、 そうですね、もう本当に全員が、まあ、落ち着いてるという表現しましたけどね、やっぱりかなり全員がこのゲームに集中できてるという感じしますよね、すごく、はい。この東選手に昨日はどうやって過ごしたんですかって試合前に聞きますと、甲子園ボール録画放送を深夜まで見てましたで2時半までそれを見て、でそこから寝ましたと。今日は試合が夜なんであまり早く目が覚めてしまうと試合までの時間の使い方が難しくなってくるんで、それも考えて深夜の甲子園ボールを見て寝ましたと。そうなんですね、いうことを言っていました。普段特に関西のチームはですね、はい、リーグ戦で、平日のこのナイターのゲームというのはほとんどないんですよね。はい、まあ、関東のチームは時々と言いますか、どのチームも、まあ、1試合2試合はやりますから、はい、大体このリズムの作り方というのは分かってると思うんですけど、まあ、やはり慣れてないとですね、あまりこう試合前は、まあ、選手のタイプにもよると思うんですけど、はい、時間持て余すっていうのが一番嫌だと思うんですよね。ですからそういうこともそれぞれがしっかり、ゲームに備えてコンディション作り、ワールドカップの時も夜のゲームありましたから、 そうですね、その時も安倍監督からはいろんな、まあ、睡眠時間とかその食事のタイミングだとか、はい、そういうのがチームに対して細かく指示ありましたからね。あ、まあ、そういうのも多少参考にはコンディションの作り方という点では参考になってるんじゃないですかね。東日本代表で、ね、参加してましたからね、サードダウンです。残り8ヤード。高田がフェイントを挟んで中へのパス、決まりませんでした。今のは珍しいですね。空いていました、長谷川。完全に今のはクォーターバックのスローイングです。高田選手は非常に食いてると思いますね。今のは完全に失敗したと思ってると思います。ここで止まる、今のですね、そのまんま流れるとちょうどディフェンスの選手がタックルされるところでプレッシャーを受けてしまうんですよ、はい、それがピタッと止まることでやはり高田選手をコンテンしようと思って外に、まあ、壁を作りに行ったんですけど、今止まったところまでは本当にうまい、動きだったんですけどね、フィールドゴールトライです。川太田難なく決めて追加点、27対6としました。またここも味方がくれたチャンスをしっかりと得点につなげています。松下電工インパルスです。今のも紙一重ですね。倉島選手が、惜しかったですね。ちょうど先ほど脇坂選手がブロックした位置と同じ位置から行ってるんですけど、はい、これまた一歩間違うとブロックされる可能性ありますから。そうですね、はい、最後のパスは悔しかったでしょう高田哲夫。しっ
かりとフィールドゴールは決めてリードを広げた松下です。本当に今の高田選手にしたら珍しいミスだったと思いますね。リターナー米山がボールを取ります。しっかりと一発で仕留めました。ナイスタックル、また東ですね。ですね、キッキングゲームでも存在感を発揮します東。普通ですね、タッチダウンを行かれるとですね、ね、米山選手切りたがらないチームが多いんですよね、避けようということで、ね、はい、それから2回連続もう真正面に蹴ってますよね、はい、できっちり止めてるというところですね、さすがですね。ここもまた変わった体型から富士通のオフェンス、中のラン出ました。ボールキャリーは紳士です。164センチ71キロなんですね、はい、決して大きな体ではないんですがパワフルさがあります。この紳士選手も非常に大きく成長した若手の選手の一人だと思うんですけどね、はい、もう抜群に下半身が強いですね。本当に思わず僕らが見てても声が出てしまうような素晴らしい鮮やかなカットを切れますし、まあ、ディフェンスの選手にするとこの小さからタックルしにくいというのもあると思うんですね。オタバック伊豆原ナイスキャッチでした、よく取りました。87番タイトエンド大谷、まあ、これ松下電工が第1シリーズにゴール前でやったのと同じパスパターンですね。大谷というタイトエンドの存在も松下電工のラインバッカーコーチ荒木コーチは要注意だと話をしていました。クォーターバック変わりましたね。クォーターバック吉田、その吉田を飛ばしてスナップ、ボールを取ったのは米山、ファーストダウンを獲得しています。今日はもうなこれがベースなんですね。そうですね、普通の体験はほとんどないですから、まあ、これで多分組み立てるということなんでしょうね。宮選手ですね、今追いついたの、なかなかあそこから追いつけないんですけどね、この米山選手速いですから、まあ、宮選手も非常にいいスピードしてますよね。三輪は日本代表のディフェンスラインです。もそのアンバランスの体型からだったんですが止まっています。この目先を変えたオフェンスに立ち上がりは松下電工のさすがのディフェンスも少し浮き足立っていたという森さん山田さんのお話もあったんですが、そうですね、浮き足立つというかですね、何が来るんだろうということでちょっとこうスタートももう当たりも思い切りいかずに少しこう見てしまってるような感じなんですよね。でもそれが全くもう今ない、はい、だいぶそれはだいたいやることが分かってきて、はい、慣れてきてると思いますので思い切ってスタートをしてると思います。あー落とした、ことなきを得ましたがこのロスは痛い。セカンドダウンで9ヤードからサードダウンで15ヤードに変わります。片手で落としましたね。ああいう外に速いタイミングのプレーの時スナップが悪いとですね、もうプレー全部タイミング崩れてしまうんですよね、ですから早く出たいという気持ちがあったと思うんですよね。これでサードダウンで16ヤード残っています。ここを取りたい富士通、伊豆原走った、早いですね。今のには至りませんでした杉本選手ね、やっぱりこのキャリアへの寄りの速さというのが松下電工のディフェンスの持ち味ですか。そうですね、でしかもそれがですねただ単に思い切っていく、まあ、無謀に行くのではなくてですね、はい、きちんとパシュートコースいい的確なパシュートコースを取り味方がどこからフォロー来るかも分かりながら行ってると思うんですよ、はい、特にこの松下電工ディフェンスのベテラン陣というのはそういうのが非常に訓練されてますよね。少しボールを持ち直した後蹴ったパント、塚崎のリターン、まずまずのリターンです。解説カジマディアーズのヘッドコーチ森清幸さん、そして関西学院の OB
山田新庄さんお二方でお送りしています。ジャパン X ボール富士通対松下電工、前半終了まで残り5分と少しというところで27対6と松下電工がリードしています。クォーターバックは高田、ピンポイントで決めました。素晴らしいですね。ここからは下川です。入ってなかったですね、最初のタイミング。最初のタイミング入ってなかったんですけどね。ちょうどそのレシーバーがラインバッカーを超えることを見越して、まあ、これはまあ、投げた高田選手もなんですけど、はい、やはり下川選手のこのゾーンの切れ目に入ってくるコース取り、それからここの球際でのキャッチングですよね。まあ、長谷川選手がすごく、まあ、今年の場合ビッグプレーメーカーとして注目されてるんですけど、はい、この下川選手とですね、あ、抜けましたね。小林のラン、いいゲインになっています。敵陣に入りました。それからパントリターンでいいリターンしました塚崎選手。この2人のベテランがですね、やはりこういう、まあ、非常にベテランらしいうまい、プレーを味を出したプレーしてますので、逆に高田選手とかそれから長谷川選手というのは狙うときは思い切ってその大きいプレー狙えると思うんですよね。ですから、まあ、非常にそのベテラン若手、それぞれがいい味を出してですね、いい形でいいチームワークになっているような気がしますね、今年の松下電工オフェンスは。でギリギリまで時間を使って松下電工がタイムアウトを要求しています。前半2回目のタイムアウトです。まあ、少しコーチが、プレー迷ったんじゃないですかね、プレーの選択、残り時間を考えですね、こう、はい、まあ、これ今非常にいいプレーで敵陣入りましたよね、はい、まあ、一発狙うにはまたこのファーストダウンいいとこなんですけど、はい、ただし、この4分21秒ですよね、はい、できれば松下電工としてはできるだけこのシリーズ時間を使って、はい、富士通オフェンスにボールを渡したくなく、はい、渡さずに点を取れれば最高だと思ってると思うんですよ、はい、ですから、残り時間を考えるとここで一発狙うのがいいかどうかっていうところでちょっとこうプレーコール迷った感じがするんですけどね、まあ、本当のところチーム関係者しかわからないと思うんですけど、はい、この時間というのがね、アメリカンフットボールでは本当に大きな要素になってきますからね。ただそれもここ傘にかかって一発狙いに行く方がいいという考え方もできますし、はい、難しいところですよね。どういうオフェンスを仕掛けてくるか。高田のパス、インターセプト、インターセプト、鈴木選手ですね。鈴木選手ですね、はい、インターセプト、攻守交代。この鈴木選手は今年日本代表のラインバッカーなんですけど、非常にスピードのある選手で、はい、運動能力も高いんですよね。ディエンソ選手の日本代表に選ばれたディエンソ選手の中で僕オフェンスコーチだったんですけど、はい、オフェンスコーチの目から見て、はい、このワールドカップの期間中、日本代表の期間中にですね、一番伸びた選手のディエンソ選手の一人じゃないかなと。あ、今のもね、こうボール取るのもかなり技術がいるような難しいボールだったんですが、です、ね、しっかりと鈴木が取りました。攻撃権をもらった富士通、こういうところで得点につなげていけると山田さん、また雰囲気もね、変わってくるでしょうし、う、ね、まあ、いい流れもつかめるでしょうし、ですから、まさに先ほど森さんおっしゃったようなこの逆の話です。富士通としては点を取って時間を費やし使いたいということは思っていると思いますね。今日の松下はことごとくそのもらったチャンスをオフェンスが生かせています、松下電工にしたらこれ、まあ、時間使って、はい、タッチダウンは理想なんですけど3点でも取れればと思ってたと思うんですよね、はい、これが逆にボールを渡してこれ得点取られてしまうとプラスマイナス非常に大きいんですよね、ですからこの松下電工のディフェンスというのはすごく大事だと思いますね、はい、やっぱりこの前半の終わり方というのは試合の中でも大きいですか、この前半の終わりのこのどのように終わるかということと、はい、後半の立ち上がりのシリーズですよね、はい、これは試合自体に非常に大きな影響を及ぼすと思いますね、となれば富士通
オフェンスが奮起するならこのタイミング、ディフェンスがボールを奪ってくれました。クォーターバックは吉田、深いピッチからのオープンプレー、紳士のカットですが、まずさでもディフェンスは完全に、このプレーが来るんじゃないかと、可能性としてあるなということを完全に読んでましたね。はい、まあ、今オフェンスから見て左のプレーに見せかけて、ブロックラインは全員そっち行ってるんですけどね、はい、ランニングバックだけ右に行くカウンタープレーのちょっとトリッキーなプレーの一種なんですけど、もう完全に残ってました。3人ぐらい残ってましたね。坂谷が最初にタックルをしました。富士通はこのディフェンスが掴んでくれたチャンスもフォースダウンになりました。ここで富士通がタイムアウト、迷ったんですかね。27対6、点差20点以上あって前半終了間際、ただフォースダウンで残り4ヤード、しかも自陣です。ギャンブルかどうかは迷ったんですか。いやまあ、もしかして行ってもいいんじゃないかなと思ったのかもしれないですね。あとは可能性としてはですね、はい、フィールドゴール、パントのフェイクですね。パントの体型から何か準備してきた、おそらく準備はしてきてると思うので、はい、それを使おうかどうか少し迷ったのかもしれないですね。森さんならどうします、ここ。僕だったらね、このオフェンス対ディフェンスの力関係、ここまで流れもあると思うんですよね、はい、でここだとこのヤードで、ここのフィールドでこのヤードで、はい、今の力関係だとここの流れからいくと、まあ、パントを蹴ろうかなと思いますね。もうそれはフェイクをするんじゃなくて単純にしっかりとパントを蹴る、はい、迷った時はパントを蹴るという鉄則あるんですよ。そうなんですか。もし迷ったらプレーですね。プレーしますね。プレーできました。ギャンブルできました。藤田ヘッドコーチ勝負できました。残り4ヤード、ここから下がるんですか。でこれを見て松下がタイムアウトですかね、はい、ただこれ単純にパントを蹴る、これ本当に今パントをコールしてたのが、もう一回これこのパントの体型から実はフェイクパントだという二重三重の罠をかけてたのかもしれませんし、もう単純に普通に蹴るのがこの時間ですのでもったいないということで、はい、これタイムアウト一回使いましたよね、松下電工の方は。ですけどこれこの一回というのは、はい、次のオフェンスをするときに非常に大きいんですよね。この一回タイムアウト使ってしまって、これもうなくなりましたから、タイムアウトがないんですね、はい、ですからこの辺りのベンチの駆け引きですよね。松下のディフェンスがそのパントチームがディフェンスメンバーに変わりましたね。ああなるほど、ですからやっぱりプレーは警戒しようと、まあ、それだけでも大きな効果あるんですよ、はい、これパントリターンチームが入ってるのか、ディフェンスのチームでリターナー1人だけだとか、はい、ディフェンスバックでリターナーをできる選手をちょっと下げるだけだと、やはり普通の時のパントリターンよりもリターンの練習もしてませんし、脅威という点ではなくなりますから、いずれにしてもこれは多分パンと蹴るんじゃないですかね。ここの体型からまたシフトしてどうするのか。吉田はいますが下がりますね。さあしかしここから普通に蹴るんでしょうか、何かあるんでしょうか。蹴りますね。蹴りました。パントを選択した富士通、まあ、でも今のことをする過程において一回タイムアウト使わせてですね、松下大工タイムアウトゼロになりましたから、はい、これね一回残ってるかどうか、最後フィールドゴールを蹴るときにですね、相当大きいんですよプレーの選択、はい、その前にやはり時計の止まるプレーをしないといけないので、まあ、この辺りの駆け引きもさすがですよね。松下陣の38ヤードからのオフェンスシリーズです。中のプレー石野が持っています、まあ、松下電工はもうこのまま終われればそれでいいという形ですよね、はい、もし何かプレーが、抜けてしまったらそこで考えようという感じですね、はい、基本的にはもうこのままできる、もう自分たちがボールを持って得点が最悪取れなかっても27対6で前半終われれば、はい、これでいいというような、あ、まあ、プレー選択だと思いますね。ですから時計が動くこのような中のランプ、そうですね、当然増えてきます。富士通はタイムアウト残りまだ1つあります。ギリギリまで時間を使って、次のプレーもやっぱり中のランです。
ね、私はね結構これ意外だなと思いますね。というのは、まあ、もちろんね21点リードでいきたいでしょうけども、はい、まあ高田君の能力とか今までの流れから見てね、これ普通に攻めても結構フィールドゴールレンジまで確率は高いんじゃないかなと、まあ、タイムアウトがないというのはもしかしたらでかいかもしれないですけどね、そうですね、ただフィールドを考えるとここは山田さんのおっしゃるように、3点を狙いに行くのもですね、全然残り2分ありましたから不可能な時間ではないんですよね、はい、ただタイムアウトゼロな、これタイムアウト1回あれば3点取るには十分な時間とフィールドだったと思うんですけどね、ですから、まあ、そこが難しい、ね、難しい、21点差をどう考えるかですよね、はい、これがおそらくもうちょっと均衡した状況であればリスクを取ってでも点を取りに行ったと思うんですよ、はい、まあ、松下電工の関係者の方はあまり思い出したくないかもしれませんが、ファイナル6の準決勝オービック戦、ゲーム終了まで残り10分切って16点リードしていたんですが、そこから追いつかれてるんですね松下は ね、 しかも松下電工ディフェンスですからね、ディフェンスがなんですよね、松下電工ディフェンスでその時間帯で16点も差があれば、はい、もう本当に完全な逃げ切りパターンなんですけどね、その苦い経験を前の試合でしている松下です。高田がパスに来た、パスはキャッチしていますか、してませんね、してませんね、パス失敗です。お、今思い切ってこれどうなんですかね今のいや どっちなんだろうっていうところですね。そうですね、はい、点を取りに行くつもりだったら絶対最初パスで来たと思うんですよ、ファーストダウンでちょっとこれパスを投げてしまいますと時計は止まりますからね。そうなんですよね、パス失敗ですから時計が止まります。これまあ富士通がタイムアウト取るかどうかという問題もあるんですけど、はい、40秒ぐらい時間は使えると思うんですよ、40秒以上、そうなるとですね、富士通がもし今ランプレーをしてて時計が動いていれば、はい、まあもう残り15秒20秒ぐらいだったと思うんですね、ファールマーカーが飛んでいます。距離も出ているいいパントだったんですがパンター付近のファールマーカー、これはファーストダウンですね、ラリーザパンターですよね。そうですね、富士通のリターンチームの森さんミスと言ってもいいですかね。そうですね、これはいくつかやってはいけないプレーというのはあるんですけど、このフォースダウンで の、 そのディフェンスがですねパントに追い込んで、はい、ラフィンザパンター、ラフィンザキッカーというのはですね、まあ、一番やってはいけない反則の一つなんですよね、こうなりますと松下がパスを投げて時計が止まって、はい、それが富士通にチャンスがあるところだったんですがここでのこの反則、これはオートマチックファーストダウンが与えられます。ですからどれだけ距離があろうが5ヤードの反則です。そうですね、5ヤードですか。2種類ありましてですね、まあ、キッカーに対して多少接触はしてしまったんだけど、はい、それほどひどくないという場合であれば5ヤードなんです。まあ、ただ今ヤード少なかったですからね。そうですね、はい、でひどい、まあ、本当に危ないという反則になるとこれ15ヤードですから、はい、これどうするんですかね。でこれは攻めるべきでしょうね。こうなると残り1分切っています。前半終了まで59秒のジャパン X ボール、高田がはい、かわします。パスは決まりませんでした。しかし、まあ、パスできました。そうですね、まあ、ということはタッチダウンは、まあともかくとして3点はなんとか取ろうという方針に変わったと思いますね。今ボールオンが50ヤードですので、太田の飛距離を考えますと2度ダウン更新ぐらいは必要ですかね。2回は取りたいですよね、最低でもね。これは20ヤード以上進んで、はいはいはい、30ヤード以内にボールを進めれば、さらなる追加点も望めます。まあ、できれば25ヤード以内になればかなり確率は上がると思うんですけどね。そうですね、ここでランプレー。しかし松下には時計を止める手段はありません、ね、タイムアウトはありません。今ラッキーしましたね、長谷川選手だと思うんですけど、手前のレシーバーがプレー直前に動いたんですけどね。動いてましたね、はい、今テレビをご覧の皆さんも気になったかもしれませんがファールマーカーは出ませんでした。でこれで時間を急いでするわけでもなく消費している松下、
このまま行きますとこれがラストプレーになる可能性もあります。で中のラン、ここはもう無理せず松下が時間を流すようです。富士通タイムアウト取ってもいいと思うんですけどね。あ、取らないですね。取りませんでした。バンドを蹴らざるを得ないですから、ここでブロック一発狙いに行っても面白いかなと思ったんですけどね、結局そのまま第2クォーター終了。前半が終わりました。ジャパン X ボール、富士通フロンティアーズと松下電工インパルス、解説森清幸さん、山田晋三さんでお送りしています。27対6、松下電工がリードしています。解説森清幸さん、山田晋三さんでお届けしています。前半のスタッツがご覧の通りです。トータルヤーデージ見ますと上から4つ目ですね、松下が234、富士通が90、倍以上森さん違うんですね、獲得ヤードが。そうですね、はい、ターンオーバーもあると思うんですけどね、ファーストドライブが非常にうまくいっただけにですね、はい、まあ、その後キッキングのミスが、ちょっと連続しましてですね、はい、ライン戦で負けてるとかそういうことはないと思うんですけどね、ただ今21点差ありますから、はい、どのようなそのプランの変更をこのハーフタイムを挟んでしてくるかというのもこれ一つ注目しないといけないところだと思うんですけどね。富士通は何か変えていけることっていうのはあるんですか。よりですね、はい、もう少しリスクを取って、ガンガンその得点を狙いに行くという攻め方に変わる可能性はありますね、はい、それはパスを多く投げたりですとか。そうですね、具体的にはパスの比率がもう少し上がる可能性はあると思うんですね。山田さん、松下はどんなことを考えてますか。やはりもう前半通り自分たちにやるべきことをやると、それをしっかりできると思いますね、はい、ラインが集中してやってもらうことを期待すると村上監督は話していました。残り第3クォーター15分、そして第4クォーター15分、ここに今年の社会人日本一が集約されます。ジャパン X ボール後半が始まります。富士通のキックオフ、松下電工のリターンで後半スタートとなります。ジャパン X ボール第21回アメリカンフットボール日本社会人選手権です。まあ、ここでですね、はい、この21点差を後半で挽回するのは極めて難しいという判断があればですね、場合によってはここで奇策としてですね、はい、いきなりオンサイドキックする選択肢もないわけではないと思うんですよ。もちろん、ものすごくリスクの大きいことなんですけどね、はい、ただそれなりにですねきちんとボールを回してミスがなければある程度攻められるという前半の、まあ、点差こそ21点取ってますけどそれがあるんであれば、はい、もちろん普通に蹴ると思うんですけどね、そこをどうコーチ陣が判断してるかですよね。松下の村上監督はラッキーだったと前半を振り返っていました。もちろんこの点差ほど力の差はないと思いますよ、はい、長谷は普通に蹴りました。ゴロのキック神山が抑えます。あ、ファブル、ファブルス、富士通が取った。いきなりビッグプレーで幕開けの後半、まだ何かがあります。まだ富士通は終わっていません。27対6、リードは松下なんですが、その松下にキッキングゲームでミスが出ました。あ、今井選手ですか。今井ですかね。今井選手ですね、21番ですね。キャプテンの今井選手ですね、立命館大学の OB。 ちょうど手がボールに入りましたね、これは大きなプレーです。これは大きいですね。でここからオフェンスとの連動、これは取りたいでしょうね。敵陣の25ヤードからです。フェイントを挟んで吉田、吉田じゃないですね、失礼しました、伊豆原ですね、はい、今の得意のネイキッドなんですけどね、はい、今年本当に非常に効果的なゲームを奪ってるプレーなんですけど、はい、まあ、今のもですね外が蓋をされてると思って切り上がってゲインできそうだったんですけどね、やはりこの辺りこれ山中選手ですかね。そうですね、早いですね。外蓋をしていた三輪、そして中からしっかり詰めた山中、さすがという守りです。松下電工、ここもまた変わった体型からクォーターバック吉田になっています。中へのランプレーは逆にロス、前
前進を許しません松下電工のディフェンス。なかなかやはりこのランで崩せてないですよね。もう一歩っていうところまで行くんですけど、このランが最終的に出ないというところでパスを投げざるを得ないという状況に追い込まれているところはやっぱりしんどいですよね。そうですね、サードロングをとにかく残したくないですよ ね、 そうですね。富士通はサードダウンで11ヤードキックフリターンでのビッグプレーがあった後です。取りたい伊豆原のパースピン飛ばしたキッキングチームとオフェンスチームがここでうまく連動しました。タッチダウン。今の伊豆原選手素晴らしいパスでしたね。後半の立ち上がりまず笑ったのは富士通フロンティアーズ。27対12としました。もう一度ご覧いただきましょう。森さんも素晴らしいとおっしゃったこのパス、マンツーマンのカバーだったと思うんですけどね。25番の中山もカバーにはついていたんですが振り切った87番の大谷、今のひょっとするとあのプレーアクションでネイキッドのようなプレーだったかもしれないんですけど、右サイドからのブリッツが来ると見てですね、あのバックがおそらく自分で判断をしてフェイクに入らずにパスプロテクションをしたようにそうです、ね、見えたんですけどね。今クォーターバックはフェイクの構えをしてるんですが、ランニングバックはいませんでした。山中選手ですかね、今外からラッシュしてきた、これをバックが非常にいいプロテクションしたんですよ。ランニングバックのファインプレー、パスプロテクションを優先したことによるこのパスプレーと、ね、まあ、今のもちろんパスを投げた伊豆原選手非常に素晴らしいんですけど、ランニングバックのプロテクションも良かったですね。これはじゃあもう全てのメンバーが集中力を持って取った1本と言えますかね、はい。まあ、この1本で先ほどから何回も触れてますけど、はい、若いメンバーが多くて勢いのある富士通が、勢いに乗ってですね、逆に松下電工の方が前半の21点差というのをですね、変に意識して守ってしまうと、意識が守りに入ると、まあまた面白い展開になりならないかなと思うんですけどね。富士通の選手が一人傷んでいます。先ほどボールをこぼしてしまった神山なんですが、ここは大事に運びました。山本さん、はい、松下電工サイド、ハーフタイムから後半に入るときには、はい、21点差ってずいぶんリードあるように見えますけども、はい、余裕っていう雰囲気の選手は全くいませんでしたね。あ、そうですか。気を引き締めて、はい、本当にこう油断なし、その気持ちを心に秘めて、グラウンドに入っていったって、そんな雰囲気はしっかりありました。はい、リポーター藤崎アナウンサーです。山本さん、はい、こちらからはハーフタイムの藤田ヘッドコーチの話もう一つ紹介します。はい、21点差のこの点差というのはうちのミスの表れそのものだと、はい、そして後半に向けては松下のランを止めていきたい、はい、あと怪我人が多く出ていますがとお話を伺ったんですが、それもうちの実力のうちですねということでした。はい、松下電工の選手は油断はしないと思うんですよ、ベンチも、はい、油断はないんですけど、はい、変にこの点差をのまま最後まで逃げ切ろうと、まあ、具体的に言うとですね、オフェンスはとにかくミスのないように時間をできるだけ使ってという意識があまりに強くなりすぎる、はい、それからディフェンスもですね、一発でいかれるのはもちろんダメなんですけど、はい、その意識があまりに強すぎるとですね、それがどん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 その富士通の今のこの勢いを加速させてしまう可能性あると思うんですね。オービックの試合もそうだったんですけど、やはり相手がこの点差が一時的についてもそれは必ずしも力の差ではないんですよね。いろんなたまたま出てしまったミスだとか、はい、まあ、勢い、その時点での勢いの違い、流れでたまたまその点差がついただけで、お互いその何かきっかけがあればすぐに、逆にその富士通の方も松下電工の前半のような試合ができる可能性も十分あると思うんですよ。力はそんなに差がないですから、はい、その辺が怖いところで、その点差が微妙にどのようにこうお互いのチームに影響するかですよね。後半の立ち上がりのこのワンタッチダウンは大きいですよね。大きいと思いますね。まあ、しかし今の高田選手の落ち着いたあまり関係なさそうですね、プレーを見ると。富士通はね、おそらくハーフタイムで相当藤田ヘッドコーチがですね、気合を入れ直したと思うんですよね。はい、やっぱり立ち上がり大事だということで、その通りやったんですけど、あまりと応じてる感じはしないですね、高田選手を見てる限りはね。そうですね、はい、ここのディフェンスも踏ん張っていきたい富士通。
抜けましたね。小林のランでファーストダウンを取っています。岩本さん、はい、前半負傷したラインバッカーの平井選手なんですけれども、はい、このシリーズから戻ってきていますね。あ、そうですか。小西彩子リポーターの情報、まあ、富士通もねちょっとこう傷んでる選手が多いんですので、そのあたりは気になるところなんですが、平井選手はそうですね、戻ってますね。こちらが平井です。自陣の45ヤードからのオフェンス。高田中に決めた。ボールを取ったのは神山。球際は強かった。よく取りました。まあ、この神山選手はもともと学生時代、それから松下電工も最初の方はラインバーカーだったんですよ ね、はい、ですけど、ルートの走り方、カットの鋭さ、キャッチング、もうずっと前からタイトエンドをやっているかのようないい選手ですね。なんでも直訴して、ね、タイトエンドになったという話も聞いています。連続でダウンを更新して、このパスは決まりません。ナイスラッシュですね。はい、言っていたのは37番伊藤ですね、はい、日体大の OB です。ここは高田、満足な姿勢に投げることができませんでした。今日は18回投げて10回成功、124ヤードを稼ぎ出している高田のパスです。もうお気づきの方もいたかもしれませんが、高田今日は目の下に貼っている黒いテープのところに木下則明とね今 NFL を目指している立命館大学の先輩パイになるんですかね。年は同じですかね。後輩ですね。後輩になる。後輩ですか、はい。の名前を書いて今日は試合に臨んでいます。1年木下選手の方が後輩になる。後輩ですか。長谷川選手と、木下選手は同期ですね。同期なんですね。ここのライスボールでね、社会人を破って日本一になった時のメンバーです。その木下則明と書かれたお手製のシールを貼っている高田哲夫。今日松下の選手いろんなことを書いていまして、はい、山中選手は実家が酒屋さんだそうなんですが、そこの住所を目の下に書いていました西成区岸の里東だそうです定休日はちなみに日曜日だという情報も掴んでおります。サードダウンロングです。長谷川翔也取りました。またファーストダウンを獲得。サードダウンロング問題なしの松下電工のオフェンスユニット。まあ、今の投げミスですよね。ターンボールですよね、そうですね。長谷川選手のいいところはその背が高い、あとリーチが長いので、はい、ある程度投げれば取ってくれるっていうところ。そうなんですよね、非常にグッドハンドですよね。手がいいんですよね。183センチ、84キロ。石のラン、いいランです。松下電工のオフェンスの勢いが後半も全く慣れていません。ここをピシャッと止められると松下嫌な雰囲気になるところなんですが、ここもしっかりとオフェンス機能している松下。今石野選手にすれば、セーフティーを振り切ってですね、はい、かわしてタッチダウンまでという意識が、それができなかったと、多分いい、すごくいいゲインなんですけど、悔しがるぐらいいい穴が開いてましたね、はい、また富士通の選手が怪我です。ディフェンスバックの西岡選手、ね、前半も1回負傷、まあ、おそらく相当無理して、まあ、この試合にもですね、はい、まあ、分かりませんけど、この試合に間に合わせて、なんとかゲームできる体にしてきたんだと思うんですけど、やはりここで勝って社会人日本一になって、そして1月3日またここでフットボールをするというのがね、はい、フットボーラーのやっぱり夢でしょうからね。やはりそのアメリカンフットボールがね、なぜその最低でも1週間空けるかっていうゲームなのかっていうのをね、見てると分かんないですけど、やっぱり相当消耗するんですよね。他のスポーツでやっぱり2日3日空けてすぐできるんですけど、アメリカンフットボールはやっぱり
どうしても1週間空けないともう不可能に近いですよね。そうですね、はい、いや本当にタフなあの選手じゃないと、少し運動神経がいいとかボールを取ることがうまいとか足が速いだけではいい選手にはなれないですね、アメリカンフットボールの場合は。カウンタープレーから小林、石野、小林、この2人を山田さんどうですかね、同じぐらい使ってますかね、はい、そうですね、あの今日のマスネンコを見てればパスでリズムを使って、それで効果的にランを使っていると。そうですね、で中に小林選手、外に石野選手みたいな、そうですね、なんかそういう形でパスがうまくいき出すところランも通ってくるっていう、ね、あのそういうリズムでやってますよね今日は。あのハーフタイムで藤田コーチがおっしゃってたようにですね、まずランプレーを止めたいというのがあると思いますよね、はい、ここもそのランリバースです、ね、カシノが持っている、外回り切れませんでした、捉えましたディフェンス。鈴木翔一郎選手ですね、この鈴木翔一郎選手もものすごくいいスピードをしてるんですよね、おそらく内側からかわしてですね、あと97番選手ですね、岩隈選手が、まあ、今のよ岩隈選手が残ってなかったら危なかったですね。そうですね、サードダウンで12ヤードロングシチュエーションのところで松下電工が、いや富士通ですか、失礼しました、ディフェンスの富士通がタイムアウトを要求しています。後半1回目です。ここで富士通のタイムアウトというのは森さん、どういう要因が考えられるんですか。いや、あのここはですね、はい、タッチダウンだけは絶対に許したくないということで、はい、もう一度その意識の徹底じゃないですかね、まあ、多少進まれても、はい、おそらくこれ、まあ、フォースダウンインチとか別でしょうけど、フォースダウンで、まあ、1ヤード以上残ればフィールドゴール蹴ってくると思うんですよね、はい、あのフィールドゴールだったらまだよしとすると、はい、ただしタッチダウンだけは絶対にということで、もう一度 それぞれ、まあ、思い切りプレッシャーをかけてくるのか、それかまずラッシュの人数を少なくしてしっかりパスを守るのか、分かりません、どっちの作用を使うのか分かりませんけど、それぞれのついてのもう一度注意事項の意識徹底、意識統一だと思いますね。ここはそれ立ち上絶対に取られないと、先ほどの1本を無駄にしないためにも、はい、そこだと思うんですけどね。それだけこの今ディフェンスが大事なわけですね、はい、あんまりラッシュかけてこないですね。3人のラッシュですか、ブリッツが来ましたね、ったかブリッツが入るのか、3人の話ですね、パスカバーの人数を増やした富士通、ね、高田哲夫が走りましたが、いやでもこれいいと思いますよ、これでファーストダウンには届きません。富士通はやりたいことができたわけですね、はい、今ディフェンスはね、おそらく今のはまあ、タイムアウトを取った時にスリーメンラッシュで行こうと思った時にですね、この高田選手のスクランブルでおそらくこういう展開になるだろうということで、はい、この形になった時にファーストダウンまでで止めればいいんだよと、はい、無理にロストを狙う必要ないよということの意識徹底だったかもしれないですね、はい、これでフィールドゴールトライです。太田は31ヤードのフィールドゴールになります、まあ、先ほどから2回連続でクラシナ選手が漏れてきてますからね。ここはノープレッシャーで蹴った、成功です、太田が決めました。これで松下30点に乗せました、30対13。今のはきちんとプロテクションできてましたね、そうですね、きちんと前半終わった時点でアジャストができてたと思います、はい、うん、そうですね、まあ、西選手も何とか、ね、割って入ろうとはしてるんですが、はい、左のガードの選手が非常にいいプロテクションしましたね。松下電工30対13とまた差を広げています。松下電工のキックオフでゲームが再開されます。リターナーはここも米山ですが、その前に蹴りました。30ヤードと少しのところでボールは止まっています。植木選手ですかね、そうですね、植木のリターンですね、はい、ここから富士通のオフェンスです。先ほどオフェンスが今日のゲーム初めてのタッチダウンを取りました。オフェンスで取った初めてのタッチダウン、ただこれずっ
とドライブしていってタッチダウンを取ったというシーンはまだありません、実。そうですね。ウォーターバック伊豆原、ネイキッドからのパス決まりました。早いですね。まあ、少しボールをジャックルしたんですけど、それにしても、まあ、松下電工の集まり早いですね。最初にタックルしたのはマスタニーですかね。そう、このプレーがね、森さん再三おっしゃっている、はい、フェイントを挟んで外へ距離が回り込むネイキッド、ライトエンド大谷にヒットしましたが1ヤードのゲインにとどめられています。トラップですね。紳士がゴリゴリいきました。まあ、今のはデザインされたようにトラップできなかったんですけど、はい、よく穴を見つけて紳士選手走りましたね。トラップというのはその前の選手をブロックするんじゃなくて別のところからわざと正面にいたオフェンスラインは正面のディフェンスラインをわざとブロックせずにですね、はい、フリーにしたと見せかけてそれを横から、まあ、罠にかけるように横から弾いてブロックするプレーなんですけどね。それが機能しましてサードダウンで残り3ヤード。ここもフェイント挟んで少し足元滑ったけども伊豆原決めた。またターゲットは87番タイトエンドの大谷裕二です。昨日残念ながら敗れた日大の OB、 日本大学出身です。今のもきっちりボールに対して戻ってきてますよね。そうですね。これ待ってるとね、カットされてしまう可能性もありますからね。松下電工のラインバックもよく下がってますよね。リカバーしてるんですけどね、フェイクに釣られずサードショートでハーフラインにボールが置かれています。センターが一番手前、またここでも変わった体型をしている実。これスナップを出してパスを決めた、ね、よく投げました。大谷選手ですかね、スナップを出している選手、タイトエンドの選手がセンターでオフェンスライン、あ、伊豆原痛みましたか。ちょっと走り方がぎくしゃくしているような、はい、先ほどのネイキッドのプレーで、ね、土の部分で足を滑らした時に、ね、その後からちょっと気にしてるんですよね足を。スナップを出している大谷選手はですね、パスリリースしてるんですよね。なるほど、アンバランスになって、なるほど、はい、スナップ出しても端の選手ですからいいわけですね、ラインの端ですからね。きちんとのカバーはできてるんですけどね。吉田のランが出た、いいですね。富士通がいい形でドライブを続けています。富士通らしさがようやく第一シリーズ以来出てきましたね、はい、もうこの形で的を絞らせずに大和スカイラックス戦はオフェンスが完全にボールゲーム自体を支配しましたからね、今のもラインの選手をラインがブロックするんじゃなくて、そうですね、ランニングバックがブロックしに行ってるんですね、はい、横から弾くというような、はい、いろんな形で、まあ、先ほどから、この大谷選手がいろんなパス、ラン、プロテクション、あ、なるほど、それから先ほどの変則的なフォーメーション、伊豆原奥を狙った、ディフェンスバックが待っていた、野村選手、野村のインターセプト、さすがですね。富士通がいいドライブを見せていたんですが、伊豆原、大先輩でもある関学出身野村の胸にボールを投げてしまいました。インターセプト、ターンオーバーです。野村選手の場合ね、一瞬ね空いてるように見せかけるんですよね。そうなんですよね。そういうことをしといて狙うというね、逆にね空いてないと球尾は掘らないわけですから、ね、そうなんですよ。当てさせておいて今みたいにこうポジショニングでこうって寄っていくというのファーストシリーズで、一発プレーアクションでポスト投げたあわやインターセプトかというシーンも、はいね、はい、そうなんですよね。 あれがもう完璧にこう頭を押さえてしまっているとキックオーダーバックも投げないんですよ。なるほど。 あのインターセプトは大きかった。マッチバックですので自陣の20ヤードからのオフェンス、松下電工です。山本さん、はい、野村はね、はい、本人は今年が最後のシーズンのつもりで戦ってるって話してるんですけれども、はい、母校がライスボール進出決めたので、はい、戦わずしてやめられないってことを言ってましたね。なるほど。野村は36歳になるんですね。日本代表のメンバー、
カンドダウンで4ヤード。早い上がりでしたがタックルを外した小林。これ危ないですよ。植木のタックルを振りほどいて小林のビッグゲインになりました。今植木もいい上がりだったんですけどね。そうですね、植木選手いい上がりだったんですけどね、ここでボールを取った、ここですね、非常にいい上がりだったんですけどね。小林がこの次の選手がオーバーパスシュートしてしまいましたね。あの植木選手のあのプレーは、まあ、タックルできれば理想なんですけど、あ、これ進みましたね。石野落ち込みます。反則ですね。反則あったようですね。しかしこの試合はお互い反則が非常に少ない試合ですね。なんか久しぶりに見た感じ。そうですね。あのラフィザパンタ以来ぐらいじゃないですか。はい、そうですね。前半のまあ、それだけ両チームとも非常によくコーチングされて、あの選手も高い意識で、技術習得をしているということが表れている試合だと思いますね。今日フォルススタートは一度もないですよ ね、はい、オフサイドもありませんしホールディングもないです ね、 そうですね。これがひょっとするとホールディングかもしれないですけど。あ、そうですね、今日の試合初めてのホールディングとパーソナルファールもあったようですね。このパーソナルファウルは何なんでしょうか。まあ、ね、あそこのレシーバーの右側のレシーバーのところで、イエローフラッグ一つ出てますから、そこで、まあ、小競り合いがあったのか、なんか、はい、ちょっと分からないですけどね。これは総裁されるんでしょうね。今村上監督も審判とこの状態を確認しています。ただそのパーソナルファールがですね、プレー終わった後とかだとまたこの話は変わってきますので、はい、ちょっと今この状態ではわからないですね。ちょっと松下サイドもここはどういう状態なのかというのを慎重に見極めています。ただいまのダウン中に2つの反則がありました。ホールディング、松下電工インパルス81番パーソナルファウル、富士通13番、ルールにより罰則を相殺し元の位置でファーストダウンを繰り返します。今ホールディングが81番、そうです、ね、塚崎レシーバーのホールディング、レシーバーのところですね。やはりオープンプレーですから、あ、はい、でパーソナルファウルで13番平井の名前も上がっていました。あ、ここですかね。今のクラックバックのブロックをしたところですね。でこの13番、あ、おそらくですね、これスペアリングかもしれませんね。あのスペアリングというのはヘルメットを武器にしてヘルメットだけで相手に、ダメージを与えるようなタックルをした場合にですね、まあ、これもちろんそのタックルされた選手も危ないんですけど、タックルする選手自身も自分を痛める可能性あるんですね、首とか。なるほど、まあ、それが取られたと思いますね、今のプレーを見る限り。で総裁で仕切り直し、高田のオプション、ボールキャリーは神山でした。やっぱり富士通のディフェンス、ランプレー止めたいですよね。結局このリズムに乗せているのはこのランプレーがどん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 出ていっているという状態になってますからね、まあ、あとこれで消耗しないかがちょっと気がかりですよね。あの富士通ディフェンスの方がだんだんこのランプレーがボディーブローのように効いてきて、最終的にタックルミスが多発するとかいう状況になると、まあ、それは避けたいと思いますからね。高田ここは無理をしませんでした。少し残りましたね。少しだけ残りましたね。ファーストに入ったかと思いましたけど、サードダウンで1ヤードほど残っています。内田選手ですね。内田ですね。スピンしましたね。ナイススピンですね。
まあ、今のはオプションの形を取ってますから、なかなかその単純なパワープレーと違って、それに的を絞ってディフェンスのそのマンパワーを集中させることがなかなか難しいんですよね。これクォーターバックがボールを渡すのか自分で持つのかを決めてるプレーということですか。はい、それからその後ワイドレシーバーがモーションしてピッチバックになってますから、ピッチの展開もありますし、はい、これがね波の QB ですからまあいいんですよけど、そうなんですね、高田選手ですからね、見ないといけないですからね。で内田がモーションして25秒系ギリギリでのプレーでしたが、おファウルマーカー2つ同時にですが、んどうでしょうかね、またこれホールディングとパーソナルファウルがあったのかもしれないですね。 そうですね、今おそらくデザインされたクォーターバックドローだと思うんですけどね、はい、今プレーとは全く関係ないところでですね、実の平井に対してオフェンスの選手が2人、折り重なるようにしていました。 そうですね、そこに向かってファウルマーカーが投げられた後、私目の前にいるんですけれども、はい、富士通サイドの選手がちょっと蹴ったように見えましたね。富士通の選手がですか。ああ富士通側に今説明に行ってますね。両方ですね。両方ですか。お互い、少しエキサイトしてしまってですね、お互いがお互いに少し、ラフプレーをしたと、はい、いうところじゃないですかね。なるほど。まあ、ですからそうだとすると総裁でもう一回やり直しだと思うんですけどね。まあ、多分あそこの場面でよほどひどいホールディングをしてない限りは取らないと、取らないというか、あまりそういう、ホールディングが発生するような感じではないんですよね。はい、そうですね、直接プレーと関係ないですから、まあ、お互いここ大事なところでですね、オフェンスラインの選手もまあ、フィニッシュといって最後までとにかくホイッスルになるまでしつこくブロックしようと、はい、ディフェンスの選手はディフェンスの選手で早く起き上がってボールのとこ行こうという意識がありますから。松下電工2番クリッピング、パーサーファウル、富士通13番、富士通の13番は資格を没収します。資格没収となりました。ルール罰則はオフセッティング、元の位置でファーストダウンを繰り返します。クリッピングですか、トリッピングと言いました。トリッピング、トリッピングですか。トリッピングというのは足で引っ掛けてですね、このブロックさせるんですよね。はい、おそらくボールの方に行かれそうだと思って思わず足を出してしまったと思うんですけど、はい、まあ、それに対してエキサイトしたのかもしれないですね。平井選手もこれでですから反則は総裁となるんですが、平井が資格没収、この試合には出ることがもうできません。そうですね、痛いですね。そうですね、非常に反則も、ね、少なく試合ここまで来てたんですが、ここちょっとここで反則が両チームに出ています。まあ、お互いちょっとエキサイトしてるんでしょうね。まあ、気持ちは分かりますけどもね。まあ、ただこの15ヤードの反則というのは非常に大きいですからね。これ今トリッピングが反則されたとしても相手にならなければこれ15ヤード下がりましたからね。そうですね、ファーストダウンでボールオンは12ヤード付近に置かれています。ここは止めた。今のは同じオプションの形なんですけど、はい、一瞬クォーターバックドローのように見せてからのオプションですよね。ちょっとタイミングを少し遅らせた形の、まあ、ですが今年の松田蓮子のオフェンスは随分とその高田選手の意見を聞くようにしたと。高田選手がやりやすいプレーをするということを聞いてますんでね、はい、結構やりやすいプレーを選んでると思いますね。内田がモーションして高田逃げます。投げ捨てました。今の普通の選手だったらサックされてる。そうなんですよね。まあ、その時にラッシュかかってパニックになるとですね、下手に後ろに下がって逃げてより傷口を広げてしまうというのは、これ完全にフリーに入ってきているんですよね。鈴木選手が落ち着いて逃げて
まあ、あの投げ捨ててノーゲインですよね、はい、ノーゲインというかノーロスですよね。そうですよね。山田さんも試合中におっしゃったロスをしない松下のオフェンスですね、はい、やはり高田の存在の大きさがプレーのここかしこに見えます。そしてもう1回高田のランですが、よく守りましたね。ナイスディフェンスですね。ファーストダウンには届きませんでした。富士通ディフェンスが止めています。鈴木が言っていました。まあ、本当にあの高田選手というのはこの危機回避能力というかですね、はい、まあ、これは本当に、まあ、ショットガンのクォーターバックでパスの上手なクォーターバック、高田選手と同じぐらいパスの上手な選手もいっぱいいるんですけどね、はい、でもこの危機回避能力という点でいうとですね、本当に頭一つ抜けた存在ですね。キッカー太田、今日も安定感たっぷりの太田、ここも決めています。33対13、松下が20点差としました。まあ、しかし、富士通ディフェンスはよく、ギリギリのところで踏ん張ってますよね。でこのシリーズですね、このシリーズで絶対にその得点を入れてシリーズ完結させたいですよね、次の、 富士通オフェンス、そのためにもう少しでもいいフィールドポジションを掴んでおきたい富士通のリターンです。ジャックでしたが、米山のリターン、ビッグリターンにはなりませんでした。いや今もね、あの形からの方がかえって怖いという部分もあるんです。今あの前の2戦目に後ろから2戦目にいる選手が、はい、あのゴロキックだったのでそれを取って後ろにピッチしたんですけどね、それをジャックルしてプレー崩れたんですけど、そのジャックルを見てみんながあまりにボールの方に集まりに行くとですね、チャンスだと思って、はい、一気に外にまくって一発持っていくという危険性ありますからね。クォーターバック伊豆原、関学出身のルーキーです。投げ捨てました。なんとかこのシリーズをタッチダウンで完結させたい。あの試合前に、ね、伊豆原選手にも話聞きましたけど、まあ、はい、あのやはりルーキーということでね、あのチームの雰囲気どうだということを聞いたらですね、まあ、あの非常にやりやすいと、はい、で藤田ヘッドコーチもですね、あの非常に言うこと、まあ、意見を聞いてくれると、はい、ということで伸び伸びとプレーしているように思いますね。考えの時やっぱりどうしても最後勝てなかった時硬かったんで、伸び伸びとプレーできているように思いますね。吉田です。止められましたがファウルマーカーのフェイスマスクですね。そうですね。でも今の三輪選手すごいですよ。もう一度今あのものすごくスペースのあるところで1対1になったんですよね、あの、はい、吉田選手と、クォーターバックとディフェンスラインですからね。でしかもそのクォーターバックの中でも、はい、なかなかタックルが難しい吉田選手を、そうですね、2回ほどあのカット切ってかわそうとしたんですけど、全部ついていきましたね。日本代表のメンバー三輪、パスアウト、グラスフィンのフェイスマスク、松下電工59番、ボールエンドの地点から15ヤードのバースで、15ヤードですか。そうですね、このあの程度があるんですよね、フェイスマスクに触れてしまった程度であれば5ヤードなんですけどね、はい、あのフェイスマスクを掴んでそれでタックルする、あ、そうですね、まあ、これ意図的ではなくて手がかかってしまったんだと思うんですけどね、まあ、結果的にこれあの非常に首にダメージの、はい、ある、タックルになる危険性ありますからね、こういうプレーはあの意図したかどうかにかかわらず15ヤード取られますね、はい、岡田クイズハラ中に決めた。この大谷がいい形でターゲットになっています。そうですね、後半です。先ほどもちょっと触れたんですけど、はい、パスレシーバーとしてもそうですし、トラップブロックをする時のブロッカー人としてもそうですし、はい、
まあ、非常にいい、変則的なフォーメーションではセンターもやってますからね、そうですね、まあ、センターというかスナッパーですね、エンドなんですけど、今も外からのプレッシャーきつかったんですが、ギリギリで投げましたね。そうですね。で今度は中止めた、秒殺しました。42番、しかも立命館大学出身、そうですね、です。今のも無駄のない非常にいい動きですね、そうですね、新選手ですからね、あそこでは普通振られてしまうんですけどね、1対1でロスしてセカンドダウンで12ヤードぶりつきましたね。伊豆原パス取った、うまく倒した、これは身のこなし鮮やかでした。今のは落ち着いて決めましたね。ブリッツ入ったんですけど、そのブリッツで空いたゾーンにきちんとヒットしましたね、金田選手ね。金田ですね、はい、この後ですね、取った後、取ったが良かったですね、はい、まあ、ゾーンブリッツだったですね。ゾーンブリッツの今のところは弱いところですよね、弱いゾーンでしたね。ラッシュも届く前に早いタイミングで投げましたし、まあ、富士通が松下の反則にも助けられる形で前進しています。敵陣に入って33ヤード、伊豆原フェイクを挟んで後ろから来ているがギリギリで投げた、インターセプト、松下電工の看板ディフェンス、ね、ボールを取ったのは庄司、ね、まあ、彼も立命館大学ですけど、もうオフェンスもディフェンスも両チームとも、もう本当に立命館大学のオンパレードですね。後半のメインターゲット大谷を狙ったんですが、いや今 の杉本選手が非常にいい位置にいましたね。杉本選手がですね、あそこにいたから杉本選手をちょっと避けようと思って逆リードターンボール投げたんですよね。それが少し浮いてしまって、後ろにいた庄司選手のインターセプトにつながります。今のは一発で取った庄司選手もすごいんですけど、杉本選手のポジショニングというかパスカバーが素晴らしかったですね。これ富士通はいずれも敵陣に入ったところでインターセプト2つ、後半痛いですね、これはね。しかし本当に立命館選手は名前がね、庄司もそうですし、山中、三輪、クォーターバック高田、そうです、長谷川翔英、先ほどロスタックルしました鹿間もそうです、鹿間、まあ、山中選手もそうですし、ね、もうキリがないですよね。1本目のタッチダウン取った下川選手も立命館ですよね。高田が今のはスクリーンパスかもしれないですね。石野選手今右サイドに出てましたし、まあ、スクリーンじゃなかったらアサイメントミスかと思うぐらいの、あ、スクリーンですね、ですね、完全にスクリーンなんですけど、今ディフェンスラインの選手が内側にラッシュしましたんで、はい、イ・ソンヒョン選手ですかね、がインチャージしましたから、あまりにちょっと早く離しすぎましたね。最終的にはわざとクォーターバックの方に向かわせるんですけど、タイミングが少しずれてしまいましたね。サードダウンでロングシチュエーション、高田のパスは決まりません。ちょっとね、高田選手ね、右足がね、そうですね、またちょっと、この前の試合もそうですね、右足つってると思います、ね、はいはい、で変わった川野が活躍して勝ったんですけども、はい、今回も明らかに今つってますね、つってますね、となると、うん、クォーターバック一度変えるという選択もあるかもしれませんか。ね、まあ、これ一回釣り出すとですね、なかなか、またしばらくして元に戻ってもですね、ちょっとプレーするとまたすぐ足をつるという、そういう状況になりますから。小笠原のパントはフェアキャッチしました。金田が掴んでいます。結局シーガーズの試合もですね、はい、釣って結局第4クォーター全部休んでですね、そしてタイブレイクで戻ってきたと。あ、はい、で試合終わった後に高田選手に聞いたら、やっぱりその直後はダメだったと。で結局終わってからそのタイブレイクになったおかげで出れるようになったという話をしてましたんでね、やっぱり時間はかかると思いますね。今サイドラインで控えのクォーターバックの川野がね、
キャッチボールを始めています。長谷川がキャッチボールしています。何シリーズか休ますんじゃないですかね。となると富士通、この時がチャンス。東がなんとか追いつきました。これ東がこれ立ち直りしたね。今言ってましたね。今紳士でした。もう立ち直りですよ。これ本当に東が本当に東よく、そうですね、画面奥からのパシュートでした。この辺りが違うんですよね、この松下電工ディフェンス。その、キュービサックとかロスタックルのその強いシーンばかりではなくてですね、はい、たまにこのようにこう綺麗に穴が開いて抜けたかなと思った時でも全然逆サイドからとかディフェンスラインの選手がリターンしたりとか来るんですよね。いいパスです。あーボールこぼれた。これファンブルですかね。ファンブルですか。ファンブルになりました。インコンプリートですね。確保する前にそうですよね、そうも見えましたが、ちょっと確認しないとわからないですけど、この違いは大きいですが、ですね、インコンプリートですね。今審判同士も協議しています、はい、セカンドインコンプリートですね。そうですね、はい、まあ、微妙なところだと思うんですけど、ですね、これでもターンオーバーならまた攻め込んだところでというリズにとっては痛恨の場面だったんですが、リプレイで見たらあれですけど、NFL と違ってリプレイないですからね。そうですね、まあ、本当に今の審判の判断ですね、審判の判断ですね。どちらととも言える本当に、まあ、しかしあそこに通すのもそうですけど、やっぱり通されても取った瞬間にタックル来るという松田選手のディフェンスもすごいですね。お互いすごいですね。水原がボールを渡した中央のランプレー、ボールを運んだのは紳士ですか、はい、でプレーが終わった後にファウルマーカーが一つ飛びましたが、何の反則なんでしょうか。フェイスマスクですね。またフェイスマスクですか、ま、ちょっと後半になって反則が増えています。そうですね、まあ、でも伊豆原選手も一つ前のシリーズで足を引きずる場面あったんですけど、はい、このシリーズ1プレー目もうまく外に逃げながらボールを投げ捨てましたし、はい、まあ、伊豆原選手の方は問題ないようですね。松下電工5番ボールデッドの地点から5ヤードの罰則でセカンダーを繰り返します。クォータータイムが終了しておりますが、反則のライダーが終了するまで第3クォーターを延長します。もう1プレーですね。そうですね、はい、でしかも今のは触れた程度だったということで、はい、5ヤードの反則でしたね。桐生がフェイスマスクを掴んでしまったという反則でした。時計はゼロを指しているんですが、このプレーで終了となります。ノーバックにしてきましたね。あ、そうですね、キュービドローがあるかもしれない。レシーバー5人出してシフトしましたね。パス投げそうですね。伊豆原がパスを投げる。ハードヒットですがボールは落とさなかった。よく取りました。ちょっと痛んだかな。84番久保田、まあ、ナイスキャッチですし、そうですね、ナイスタックルですし、ファーストダウンを獲得して、ここでクォータータイム第3クォーター終了となりました。ジャパン X ボール、森木雄之さんと山田晋三さんの話でお送りしています。33対13、松下電工3年ぶりの優勝に向け20点リードして最終クォーターです。社会人日本一を決めますジャパン X ボール、初優勝を狙う富士通と3年ぶり5度目の社会人王者を狙っています松下電工の一戦、33対13。ここまでは松下電工が多くのターンオーバー、ファンブルフォースがありました、インターセプトがありました、誘発しましてリードしています。富士通のオフェンス、松下陣の43ヤードから伊豆原のパスが決まった。米山、脚力を生かしてファーストダウン獲得付近までボールを運んでいます。今週は1万7629人と実数で発表になりました東京ドーム。ここから20点差、森さん、相当富士通逆転のためにはピッチを上げていかないといけないですね。そうですね、
まあ、富士通はとにかくそういうつもりで、はい、ガンガンもう攻めていくこと大事なんですけど、まあ、どちらかというと松下電工ディフェンスがどのような意識で守るかという方が大きいと思うんですよね。勝ちを意識して大事に行き過ぎてしまうと、はい、まだまだこれ分からないと思いますし、そこの意識の持ち方ですよね。サインを何にするかとか富士通がどのようなことをやってくるかではなくて、フィールドにいる選手のその意識の問題というのが一番大きくこの試合の行方を左右すると思うんですよね。それがですね、ちょっとでも守りの気持ちが入ってしまうと、はい、最後もつれる可能性というのは十分あると思います。クォーターバック月野が入りましたし、ね、はい、まあ、ここで何かあるかもしれないですね。スペシャルプレー的なものが。中野蘭、あそこでひょっとするとハンドオフからですね、はい、まあ、フリフリッカーの形で月野選手への一発パスを、そうですね、投げるというのを、今それを見るためにちゃんとカバーしてくるのかどうかを見たのかもしれないですね。カバーはどうでした今の。そのまま行けばですね、はい、フリーになって、行ける可能性は今のだとあると思いますね。マークしてる人間はいなかったと思います、はい、で大きくシフトしました。25秒計、時間がありません。ギリギリでスナップ。クォーターバックは吉田、吉田が外に回り込んだ。ファーストダウン、微妙なところですが、またファールマーカーです。ホールディングですかね、今のとこだと。ちょっと遅かったんでね、気になりましたけど ね。あ、またフェイスマスクですか。フェイスマスクですか。これだけ連発するのは珍しい。珍しいですね。珍しいですね。何か要素あるんですか、これ連続してしまう。たまたまですか。いや、やっぱり最後にタックルするフィニッシュの瞬間ですね、はい、やっぱ芯に食らってないということだと思うんですよ。あで、外されそうになるから思わず手が出てですね、体は振られてるけどタックルミスを防ごうと思って、はい、手が出た時にそれが、偶然フェイスマスクにかかってしまうという形だと思うんですよね。それだけ最後の最後までやはりタックルされる寸前までお互いのその間合いのせめぎ合いというんですか、それがあるんだと思います。あーボールこぼした、2対ミス。ここのゴール前からのオフェンスで富士通はインターセプトがあり、このようなミスが出たりと、ちょっとこう詰め切れてないような印象があります。もう、まあ、しょうがないですね、このオフェンスやってる以上はね。そうですね、それをいつもスナップ受けてる人じゃない人が受けてるわけです、ね、今米山選手ですけど、慣れてない選手を受けちゃうんでね、致し方ないでしょうね。まあ、でも今のリプレイを見るとですね、いいスナップが出てもまあ、山中選手に思い切り出会い頭にタックルされている可能性もありましたからね、まあ気持ち切り替えていくことですね。セカンドダウンで18ヤード、出原奥を狙いましたがボールが長かった、決まりません。20点差ですから、いくら2ポイントコンバージョンを絡めても2本のタッチダウンプラスフィールドゴールでは追いつけません。追いつかないんですね。3本必要なんですね。3本タッチダウン取ること必要なんですよね、はい。まあ、今のも非常に電光のディフェンスがですね、はい、レシーバーをバンプして妨害してるんですよね、うまいですね。ルートを思い通りに走らせてくれてませんね、インサイドレシーバーに。ブリッツ入った、出原のショートパス、弾いた、取れませんでした。これでフォースダウンに変わります。やっぱりね、20ヤード入ってからの攻撃なんですよね、まあ、もちろん難しいです、これだけ強いディフェンス相手でね、攻め込むのは難しいですけど、僕はここでですね、ブレナン選手が今日出てないと思うんですよ、うん、ね、15番のブレナン、こういうところでブレナン選手を、はい、15番のブレナン選手をインサイドレシーバーに入れて厳しいところをうまく決めてた場面が何度も今まであったんですよ、はい。それがですね、今日やっぱりブレナン選手がいないとここに入ってからは本当に厳しいと思います。そうですね、ブレナン選手なんかやっぱり疲れてた当たり前でそれをもぎ取るという、なるほど、やっぱり能力というか気持ちがね、すごい前に出る選手ですから。そうなんだ、先ほどから29番の松下電工ラインバッカーの石原選手をはじめ、はい、ラインバッカー陣がインサイドレシーバーに対して非常にこう僕らバンプって言うんですけど、はい、
当たることによってパスルートをうまく走らせないように妨害するんですよね、それが非常に効果的にいってるんですけど、ブレナン選手の場合はフィジカルに強いですから、フィジカルに強いしテクニックもありますから、そういうバンプをされてもですねうまくすり抜けられるんですよ、そういう選手がこういう場面でいないというのは富士通にとっては相当大きな痛手だと思うんですね。でここフォースダウンでかなりのヤーデージがまだ残っています。フィールドゴールを絡めても追いつけませんからね。3本タッチダウン取らないといけないということで、もう行くということですね。ここは行かざるを得ないということですね。ここはギャンブルです。フォースダウンで18ヤード決められるか。伊豆原決めた、落としたか、パス失敗、ギャンブル成功にはなりませんでした。まさにそのブレーン今のそうなんですよね、もぎ取るというところですね。パスもドンピシャなんですよね、今これ庄司の手が入ってるんですか。庄司はでもね手がねこれ入って、まあそこでね入ってそうですね、こうもぎ取るブレーン選手、そうなんですよね、これ取るか取らないかはかなり大きな違いがあるところ、まあ、だからここは相当大きいと思いますよ。そうですね、これで富士通厳しくなってきます。3本のタッチダウンがとにかく必要です。ターゲットは長谷川翔へ。ちなみにこのオフェンスシリーズ高田は中に入ってます。そうですね、そうですね、はい、入念にストレッチを行ってまして、大体10分間ぐらいキャッチボールを行って、で俺で行くというようなことを本人言ってましたね、ファーストダウンにですね、富士通のディフェンスは、ランプレーを止めることを第一にですね、8メンフロントというか、植木選手を前に上げながら3ディープをすることが多いんですけど、第1ダウンことごとく今 の, 5ヤードのアウトを早いタイミングのアウトを外に投げてるんですよね、この2シリーズか3シリーズぐらい、それをラッシュがある程度ありながらもですね、高田選手は本当に心にくいばかりに落ち着いて決めてるんですよね、ですからこれが相手がランを止めに来てるなと思って3ディープだったら、あのような長谷川選手にはいつでも5ヤードのアウトだったら決められるという自信があると思うんですね、それがあるからベンチの方も別にリスクを取ってるわけではなくて、普通に、あれが一番確実なプレーだと思って、コールできるという強みがありますね、今年の松下電工は。石野のランファーストダウン行ってますね、行ってますね、しっかりとタックラーに対して当たって、やっぱ後ろに倒れないですからね、石野選手ね、この1ヤードここで後ろに倒れるとやっぱ取れないんですよね、ここからですよね、植木も言ってたんですが、でもいい穴開けてましたね、オフェンスライン、それからバックが非常にいいブロックしてますね、神山もいいブロックをしていました。自陣ボールオンが35ヤード、中のプレーは小林が持ちます。こうやってフィールドの中でボールデッドとなりますと時計は止まりませんので、どんどん試合終了に向け、松下電工日本一に向け時計が数字が小さくなっていきます、ただまだ10分ありますからね、あまり意識しすぎない方がいいと思いますね、意識としては高田選手がパスの時に無理に投げないということぐらいで十分だと思いますけどね、普通に攻めればあとはそれを含めてあまり守りに入らない方がいいと、そうですね、ファンブルしていますよ、下川ファンブルですか、今のもボールを確保した後であればファンブルですし、ボールは確保してると思いますね、してますよね、ファンブルです、攻守交代、諦めない非常にいい粘りですよね、植木選手ですか、その前ですかね、そうですね、24番のオーラー選手ですかね、ヘルメット入りましたね、ヘルメットが入りましたね、まだ富士通にもチャンスが残っています、そうですね、残り10分あります、10分で3タッチダウン必要です。
足が抜けました。ここは富士通のオフェンスにもあまり時間のことは気にかけないという理屈は当てはまるんですか。いや、松下電工ディフェンスほどではないと思うんですけど、はい、やはり富士通オフェンスは3本必要ですから、はい、同じタッチダウン取るにしてもできるだけ時間を使わずに取りたいんですよね、はい、ですから富士通オフェンスの方は時間をだいぶ意識する必要があると思います、はい、ただパスばっかりになって、松下電工ディフェンスに的を絞られないように今のようなランプレーを挟むということが大事だと思いますね。素晴らしいカバーですね今の。まあ、もうアウトを予想してましたね。庄司がついていました。完璧ですね。プレー前から次アウト来るよとこう聞かれてるぐらいの、完璧なカバーですね。庄司選手ですか今の。そうですね、そうですね。これまあこのシチュエーションですから時計を止めるためには、ね、やっぱり外へのパスパターンというのが、ね、どうしても増えてきます。庄司選手は先ほどセーフティーに入ってたりコーナーバック入ったり万能選手ですね。でファウルマーカーです。デボファウルフォースタート富士通84番小宿の罰則でダウンはセカンドダウンのままです。こういうところも富士通は痛く響いてきます。両チーム続いてでも初めてですね、フォーススタートは、まあでもどちらにしてもですねここフィールドゴール蹴る選択はないですから。そうですね、フォースダウンまで全てのパントもフィールドゴールも、はい、もう多分最後まで蹴らないと思いますから、まあ、一緒といえば一緒なんですよね。そんなに気にしすぎない方がいいと思います。もう取るしかないわけですね、伊豆原、まあ、ですから時間はもちろん気にするんですけど重要なことは3ポゼッション3回の攻撃の間に絶対タッチダウン取るということなんですね。まあ、時間はある程度気にしつつも、はい、タッチダウン取らないといけないですね。1回渡してしまうとまた時をずっと使われてしまいますからね、はい、サードダウンで13ヤード。ここは一気に取りに来るのか。セカンドダウンですね、はい、失礼しました。ショベルパスですね、画面の表示が間違っていました。セカンドダウンです。このショベルパスは効果的な原因が出ました、ね、ロングシチュエーション残るし残ってますし、はい、この点差残り時間考えるとパスを予想して思い切り来ますからね、まあ、このプレーが効果的な原因を奪うだけではなくて後々にもやはり影響、パスを投げるときにも影響しますから。これロールアウトのロールアウトのパス来ますかね。伊豆原ちょっとスプリンターですね。スローバックのパス外取った、取りましたか。さあこのインターフェアがどちらのファールマーカーが出ています。素晴らしいキャッチでした。あ、ディフェンスですね。ディフェンスの反則、ディフェンスの反則ですね。ということはもちろんディクラインです。川瀬選手ですかね。川瀬ですね。あれインコ、パスインターフェランス松下電工25番インコンプリートでした今。元の位置から15ヤードのバスで取ったかと思いますよ。失礼しました、取ってなかったんですか。失礼しました、ちょっと画面で分かりにくかったんですが、あ、落ちてるんですね。失礼しました、取っていればスーパーキャッチでしたけども。そうですね、はい、ただここはハーフディスタンスありませんからね。インターフェアの反則は、パスインターフェア大きなチャンスですね。とにかく3本のタッチダウンが逆転のためには必要です富士通。まあでもどうしてもそのきついラッシュを防ぐためにランプレー挟んでるんですけど、はい、でもこれパスを予想しつつもきちんと松下電工のディフェンスもなかなか大きな穴を開けないですよね。エンドゾーンまで残り10ヤードを切りました。ボールキャリーは森本。森本がボール持つのも久しぶりです。そうですね、今日の試合は8回持って28ヤードという森本の成績。まあ、ここも当然フォースダウンも考えたプレーコールになると思うんですね。普通であれば、
ダメだったらフィールドゴールになりますから、はい、ファーストダウンもしくはタッチダウンを狙うプレーになると思うんですけどね。ランに来ましたね。あ、今もまたフェイスマスクですね、かかってましたね。今のはこれ15ヤードですから、今のかかり方はフェイスマスクでした、15ヤード相当でしょうね。で、まあ、ハーフディスタンスで、はい、ファーストダウンになると思うんですけど、やはりそれだけアームタックルしかさせてくれないと思うんですよ。なるほどね。もちろん故意に掴んでいるわけではないんですが、それだけ芯が外れているからこそかかる確率が高いです。ゴールまでの、まあね、あとは谷川ですか。気持ちが気持ちなんですね。こう明らかに届かないのに手が手でいっちゃうっていうね。もうこういうゲームなんで、もう何が何でも手一本でも指一本でも触れてやろうっていう、気持ちがね、やっぱこういうこと、まあ危険なのでね、本当ダメなんですけどね。これでファーストダウンでエンドゾーンまで残り3ヤード。小原さん、プレーアクション注意しないといけないですね。松下電工ディフェンスはラプレイ渡した、森本行ったかな、行ってませんね。いやー、これね、行ったかどうかは本当にね、あとあと響いてきますからね。これドライブ続いてますけど、時間はどんどん進んでますからね。試合終了まで残り6分20秒というところまで来ています。まあ、これおそらく、こんなこと言って失礼ですけど、タッチダウンは取れると思うんですけど、はい、松下電工にすると1プレーで取られるのか、その何プレーか重ねさせるのかでだいぶ違いますからね。あとあと、うわ、また止めた。今トラップ行きましたね。これでオンワードスカイラック戦はこのゴール前でこのフォーメーションから真ん中のラインをトラップするプレーで、これですね、トラップいったんですよ。牧坂選手かわして、すごい、まあ、予想してたのもあると思うんですよ、はい、事前に分析して。でこれまあ、大体40秒から50秒ぐらい使うんですよ。そうですよね。そうするとですね、これプレー数でいうと、はい、まあ、6、7プレーは十分できるプレー、パスだけ刻めばですね。あ、しかもこのファールマーカーが25秒計が0になったという、おそらく反則でしょう。このゴール前での時間を使った上での5ヤードバッタイ。タイムアウトは残り1つだけです、富士通。そうですね。ですからタイムアウト使えないんですよね、今のも。まあ、使えないことはないんですけど、はい、やはりこのゲームひっくり返すことを考えると、できるだけこの1個は最後まで残しておきたいというふうに思ってるでしょうから、はい。まあ、ただこれフォースダウンいきますから、刻んでもいいと思うんですよね。一発で取りに行く必要はないと思いますね。ショルパス、紳士のランでしたが、エンドゾーンまで残り6ヤード。この辺りがなかなかゲインしないというのが、もう松下電工ディフェンスの嫌なところなんですよ。ですがこれ、先ほど森本のランが止まったことで、森さんどうですかね、3分ぐらいは余計に使わされてますよね、実は。インチいってるかどうかね。そうなんですよ、この3分につながってきます。まあ、3分あればね、結果タッチダウン取られても、はい、松下電工ディフェンスは十分にこの仕事はしてると思うんですね。さあフォースダウンです。キャンブル、3本のタッチダウンが必要な富士通、決まらない。キャンブル失敗。あ、今のもでもギリギリですよね、バンプと言いまして妨害してるんですけど、はい、インターフェア取られるかどうかギリギリのところ、お互い本当にギリギリのプレーしてますよね。ゴール前インチまで行きながらタッチダウンを取れなかった富士通、しかも時間をたっぷりと消費させられました。試合終了まで残り4分18秒。33対13、松下電工のリードは変わりません。まあ、このシリーズからは松下電工は時間のコントロールを、ね、一番にのプライオリティに置いて、はい、プレーすべきですね。ですから自然中で選手が倒れるようなプレーも増えてくるでしょう。ここもここでサイドラインには出たくないですが、出てしまいましたね。そうですね、守備の選手がもう
釣り出しのようにして外へ出しました、まあ、今のは取った瞬間ダウンしてもいいぐらいだと思うんですよ、パスを投げること自体は相手はもう完全にランに張ってますから、はい、高田選手それからレシーバーの力量を考えるとパスの選択というのは非常に一見リスクがありそうなんですけど、リスクの低いプレーだと思うんですよ彼らの技量を考えれば、ただ今のインバウンズでしたかって、やはり30秒から40秒は使えると思いますので、富士通はタイムアウト一つですから時計を止める手段も乏しい状態です。ここも外へのプレー、また出た、またサイドラインを割ってしまった松下電工のプレーヤー石野です。割ってしまったで森光さん、ここは表現はいいですか。そうですね、ただ思うのは前の試合ですね、はい、オービックシーガーズの試合の時、はい、終盤、まあ、完全に松下電工ペースで、はい、まあ、あの時間帯で16戦差ですか、そうです、をつけてたらもう、はい、まず確実に勝てるだろうと誰しも思うような状況で、最後タイブレークにもつれるまで、はい、試合をもつれさせてしまったことを相当守りに入ったと反省してるんじゃないですかね。で、あえてこのシリーズの前にですね、はい、ベンチから時間のことは考えるなと、なるほど、もう今のも、もうセオリーとかそういうこと関係なしに力でねじ伏せる、まあ、自分たちの力でおそらく変に守りに入るなということをですね、普通通りに行けということを言ってるんだと思いますね、まあ、ですからその前の石野君のプレーもですね、一応でも前に行くために、はい、そんな感じでしたね、あそこでこけるんじゃなくて前に前に攻めていくんだというような姿勢の表れでしたね。そうですね、まあ、高田選手の場合これパスもランと一緒ですね。そうですね、相手がもうランを守ってるというふうに見たら、まあ、リスクは全然ないですね、パスの選択をする、こういうクォーターバックがいる、こういうパスニットがあるというのは、これさ、ヘッドコーチとしては心強いですね。そうですね、まあ、特に先ほど何かフィールド非常に悪いところですから、はい、普通に考えればランランランと行きたいところなんですよ。 ですからそれを見越してあえてパスを2回投げたと、はい、ですから守る立場からするとそのプレーは富士通ほどいろんなフォーメーションとかしてませんけど、はい、パスかランカーをどちらかにこう肘を置いて守るという点でいけば非常に絞りにくいと思いますね。カウンタープレー、これもインバウンズでデッドしていますので時計は動きます。それで、まあ、先ほどの状況でパスを投げてるから、はい、まあ、これパスもあるかなとディフェンスが思ったところでまたこれランランと言ってますからね、まあ、口で言うのは相手がランを、まあ、よく言うんですけどね、はい、ランを、守ってるように見えればパスを投げなさいと、はい、パスを守ってるなと思ったらランしなさいっていうことを言われるんですけど、実際にそれを実践しようと思うとランもパスも高いレベルで その技量といいますか、はい、それがいりますからなかなかできることじゃないんですよね、フィールドの上で実践するのは。オプションピッチ、石野が受けてファーストダウンに向かって前進したんですが少し残りましたね、はい、ただまあこれも時計は動きます。まあ、そうですね、もう2分切りましたからね、はい、これまあ松下電工は25秒ギリギリ使って蹴る、ね、もしくは残り1秒のところでタイムアウト3回ありますから、はい、わざともうこれプレーしないでですね、はい、残り1秒になったところでタイムアウトを取って、蹴るというのも一つの選択としてあると思いますね。タイムアウト3回ですから、はい、まあ、これはギリギリまでスナップ出さないと思いますね。いっぱいいっぱい使います。小笠原のパント、リターンしたい富士通、とか捕まりました。よく戻りましたね。そうでしたね。24番ですね。捕まえたのは中田選手ですね。はい、まあ、セーフティーとしてずっと出てる選手なんですけど、今のはその感覚が役立ってるプレーだと思うんですね。あれが、はい、ひょっとするとパントチームに今の中田選手のところがですね、オフェンスの選手だと一気にまくられてた可能性があると思うんですね。非常に的確な、まあ、パシュートコースだったと思います。完全にもうこれ
パスは決まってもいい、ロングだけは許さないという、あーインターセプト、スリーメンライスプリベントでしたね。もうここも中田選手ですね、中田ですね、はい、中田のインターセプト、これでもう完全に万事休すと申し上げてもいいでしょう。試合終了まで1分と4秒のところ、しかし松下の選手はこの球際に、そうですね、強いですね。あの1本目だけじゃないですか、あの野村選手が、あーそうでしたね、胸に入れながら落としたというのは、簡単に取ってるように見えますけども、山田さん、これ守りながら動きながら、いやいやカバーしながら取るわけですからね。自分に掘られてると思わないですか、レシーバーはもちろん自分に来ると思ってるわけですよ、ね、はい、よね。もうこれはあの残り1分ですし、はい、富士通のタイムアウト1回ですから、もうこれは2ダウンでいいですね。時間を使います。富士通はもうタイムアウトも取らないんですかね。残り1回ありますが、そのタイムアウトもコールしないようです。今日の試合、富士通がいきなり奇策と言ってもいいような、いろんなオフェンスのフォーメーションからいろんなプレーを繰り出してチャンスはつかみました。ゴール近くまで行ってフォースダウンのところ、藤田ヘッドは先制点を取るべく、より確率の高いフィールドゴールを選択したんですが、それが失敗で、その直後松下電工がドライブしての先制点。それ以降は松下がずっとペースを握り続けました。大事なところでのインターセプトもありました、ファンブルフォースもありました、ターンオーバーもありました。そうやって掴んだチャンスをまた効率よくことごとくオフェンスがものにしました。勝利のカウントダウン、日本一の雄たけびは松下電工インパルスが上げました。3年ぶり5度目、社会人の王者に松下電工が輝きました。高田の高いパフォーマンスが今日もありました。